有吉弘行のサンデーナイトドリーム、有吉弘行でございますけれどもね。まあ一応改めまして、明けましておめでとうございますということで。1月1回目は、上島さんとの録音放送でございましたので、今回、今日が、通常通り、レギュラーの生放送、一発目と、いうことでございますので、もう一回、改めまして、明けましておめでとうございます。ねえ、本当に。なんか、こういうのって、何回言ってもいいなって思いますよね。改めて。明けましておめでとうございます。なんか、何回言ってもいいもんってあるじゃん。なんか、結婚おめでとうとかさ、なんか、ハッピークリスマスとか、メリークリスマスとか、そういうのってやっぱり、何回聞いてみるじゃない、その日、ずっともう、何回目それって怒る人いないじゃん。もう、嬉しいじゃない、何回言われても。明けましておめでとうございます。もう10日なんですけどね。10日なんですけどね。まあだから、今回一発目、まあその、アシスタントもね、総選挙も終わりまして、まあ第1位は、まあね、まあちょっとあれですけど、まあ金清さんが1位になったということもあってね、まあアシスタント、どうなっていくのかなとかいうこともありますけど、ちょっと暗い話題ですよね。もう新年早々ね。新年早々、ちょっと暗い話題からスタートになってしまいますけれどもね。Release all that stress. Now a variety program. さあこんばんは、太田プロの真珠。あ、ごめん、こんばんはじゃないですね、ここは。明けましておめでとうございます。ですね。明けましておめでとうございますね。明けましておめでとうございますね。最後、行けよ。皆さん、明けましておめでとうございます。いいよ。太田プロの真珠。広島が生んだ怪談児、軍人ロックスター、お正月男。そうだろ、ミスター、そうだろ、ミスター明けまして有吉弘行でございます。今年も思いつきやるじゃん。東京のね、神社から神社でやるお参りしながらやってる生放送でやってる。そんな正月気分ないよ。サンデー初詣ドリーム。違う。さあというわけでちょっとねざわついておりますけども、もう今年から別にねアシスタントがね別に誰であろうと別にねもう事前に発表していきますしね、もう隠すこともないですしね、誰がアシスタントなんだろうなってドキドキしてるゲスナーもほぼいないと思いますので、そうでしょうけどね、一応、まあ一応ね、はい、一発目ですからね、はいはい、ちょっとシークレットボーイたちを紹介してシークレットファニーボーイというのはまあ優しい雨の松崎のことですけどね、まあそうじゃないですけどね、シークレットアシスタントボーイの自己紹介してもらおうかな、どうしようかな。今でもゲスナーもねドキドキしてるだろうから。してないです。笑い声は聞こえるけど、高井さんの笑い声じゃないしな。してないですよ。作家さん変わったのかなと。もう予想ついてます。予想ついてます。さあ、はい、まずは、はい、この方を紹介しましょう、はい、シークレットアシスタントボーイこちらの方です。どうも、アシスタント総選挙で12万票いただき、ぶっちぎりの1位、新宿カーボーイ、金木でございます。シーン。いや、なんでだよ。なんで自己紹介してシーンなんですか。シークレットボーイなのに。さあ、そして、なぜか、こんな方も来てくださっておりますね。シークレットアシスタントボーイ第2号、こちら。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。マリリンモンドじゃないハッピーニューイヤーマリリンモンド、そうハッピーニューイヤーのマリリンモンローでーす
このまま通したの。そうです、私がマリリン・モンローです。よろしくお願いします。はい、ということでね、はい、まあ本当はね、本来はまあ毎年ね、安田さんね、うん、安田さん、はいはい、ね、そうです、安田さんがね、はい、1位になったりするんで、アシスタント2ヶ月なり3ヶ月なり勤めてもらうっていう、はい、まあ暗黙の了解みたいなところなんですけど、別に正式ルールではないんですけどね、はい、まあということにとなると、今回も1位だった金木雄さんが2ヶ月なり3ヶ月なりアシスタントを務めるという、うんうん、そういうことになりますよね、まあ、ことになるんでしょうけどね、はい、うん、ちょっとまあ金木雄さん正直これ実力不足というか、いやいやちょっとそんな、そんなはっきりと、僕のやっぱりやってるラジオですからね、実力不足の人でやってるわけにはいかないんですよ。そういやいや、それは思ったもんかも分かんないですけど、そんな初回一発目からそんなこと言われてそんな辛いことないですよ。いやいやいや、まあまあまあ、ね、ですからね、ちょっとまあ今回は、まあ金木雄プラス、はい、マリリン・モンローさん、はい、いやまさかね、ハッピーニューイヤちょっとやっていくって、まあ、ちょっと時間ありますのでまた説明をいたしますけどもね、はい、とりあえず有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、新年一発目ですね、生放送最後までお付き合いください。サンデーナイトドリーマーライブオンエア。さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でございます。ミスター有吉のミスター有吉弘行のダサい名前そんなダサい名前になったんですか。ミスター有吉弘行のサンデーナイトドリーマーでございます。今夜のアシスタントはマリリン・モンローと新宿アボイ金木でございます。そして新木ロバでーす。3人目の記者がめちゃくちゃになるよこんなことしてたら。シンディロパです。これ年末決定ですね、これキャラ祭り。コンペでーす。いっぱい出すなよ、オープニングからいっぱい出すなって。にぎやかにやっております。いっぱいのメンツ5人でやってますね。5人ぐらいいることになります。生放送でございますのでメールの方を募集いたしましょうかね、はい、電子メールですよ。わかりました。電子いらないです、ね。E メールですね。いらないです。E とかいらないです。Google のアカウントでもいいですね。ドコモでもね、ソフトバンクでも何でもいいですからね。はい、丁寧ですね。チーン。いやちょっと僕の一回顔を見てシーンっていうのはやめましょうよ。決死の思いで入ってきたのに。そうですよ、こっちはこっちで。さあ生放送でございますので E メール募集いたします。いらないんだよ。なんでよ、いらない、いらあんまり言わないですね。そうね、はい、丁寧な放送を心がけるということでね、今年からですか。はい、はい、今年初の生放送、ゲスナーの皆さんもいろいろ話したいことがあるんじゃないですかということで、こちら年末年始の報告。そう、緩急がすごいですね、はい、もう一回言っておきますね、はい、年末年始の報告でございます、うん、年越しお正月こんな風に過ごしました。新年早々こんな出来事に遭遇しました。あなたの周りで起きたことを報告してください、うん、ちなみに明日は成人の日ね、二十歳の思い出とかね、はいはい、はい、新成人にアドバイス、うん、成人式といえばね、もうやっぱ派手な着物を着たりして、うん、はいはい、ゾンビをぶち殺すというね、いやイベント、風習が地方にはあるんですか、そのあるのどっかにあるんですか、ゾンビをぶち殺してやっと成人だっていう、ね、っていうのあるんですか、ちょっとウォーキングデッド今話す、あそっか今さ今さ結構出てるって言いますけどね、ウォーキングデッドってもう6ぐらいまで行っちゃって、もう出てますね、そうでしょ、ね、今日はゾンビのお二人とねちょっといや違いますよ、シーン
こりゃつれえな今日。これは感じますね。またまあゾンビと言わずにね、ウォーカーと言いますけどね。ウォーキングデッドの間ゾンビのことはウォーカーと言いますけどね。さあというわけで宛先は、はい、はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。はい。www.jfn.jp/dreamer です。携帯電話からも送れます。はい。HI。HI?HI? はい。はいよね。あなんかいっぱい出てくるな、いろんな人が。携帯電話からも送れますし、はい、デスクトップパソコンからでも送れます。いや、それはもちろんそうです。ノートパソコンでも。何のパソコンでも大丈夫。大丈夫です。はい、さあ、ということでね、はい、私、有吉の金玉に触れた。金銭ですね。金銭ですね。金玉には触れないでくださいね、ほんと。有吉の金玉に触れた方は、はい、警察に連絡をするそうですね。それはそうですよ。周知が待つんです。ご注意を。ごもともですね。私、有吉の金銭ですね。ちょっとなんか心に響いたり、ちょっとなんかね、あ、なんかこれはいいな、というふうな感じに、感じられたメールにはですね、ブレッドですね。ブレッド。パンですよね。パンってことですよね。そうですね。はいはいはい、ブレッド、イコール、はい、パン。パンですね。はいはい、という名の、はい、点数を。ポイントね。はい。はい、これもうややこしくないか。かえって聞きづらくないのか。丁寧に。丁寧に。丁寧に。パン、うん、パン、はい、これ。ペンって言ってましたね。うん、はい。ペン、一個で。発音変えなくていいんですけど。ワンタンですね。はい、だからワンタンですね。まあ、一個ワンパン。パン一個です。ワンタンで、はい、番組の、ステッカーを差し上げております。カープ、ゾンビ。2種類、はい。カープとゾンビがあるってことですね。はい。はい、まあ、よっぽど僕の中ではちょっと、僕が個人的にハマったりとか、面白かったメールには、うん、エンジェル。エンジェルってことですね。はい、エンジェルですね。だからいらないでしょ。差し上げております。はい、エンジェルが5枚貯まりますと、私ミスター有吉が一筆をしたためた色紙をプレゼントしております。まあ格言だったりね、はいはいはい、その人へのアドバイスであったりとか、ありがたいですね。ちょその人によってちょっとか考えた一筆ねやってやりますんで。お願いします。はい。はい。いや、こんな説明でもう15分です。もうね、くどいんですよ、説明、いろんな説明が。そうです。普通のラジオだったら、この年末年始の話、30分とか1時間するでしょう。そうですよ。そうですね。うちこのメールの宛先までで15分ですよ。誰のせいだって話ですよね。台本のせいみたいになってますけど。シーン。なんだよ。もう食い気味じゃん食い気味じゃんとか言うなよ、お笑いっぽいこと。いやいや、お笑いやってんですよ。ゾンビ、ウォーキングデッドじゃないんだけど。おぉリアルでしょ、リアルのシーンじゃないですか。リアルシーンです。私ね、12月29日に、はい、まあちょっと、いや、私事なんですけどね、はい、12月29日にですね、はい、親知らず抜きまして。ああ、私事ですね。いや、私事っていうか、なんか入籍いたしましたよ、ね、なんかね。そのくらいの感じですよね。親知らず抜いて。親知らずね、はい。はい。ちょっと1年間悩んできまして。まあ2年前にもちょっと片側抜きまして。はあ、片側抜いてロサンゼルス行ったんですよ。吉村たちと旅行、正月旅行に。はい、さあ、まあ旅行中ずっと痛くてですね。もう痛み止めを、うん、もう馬に与えるぐらいの量飲んでちょっと吉村と田中から心配をされるっていう事件がありましたんで、はいはい、ちょっと去年は怖くてもう抜けなかったんですよ、うんうん、その前はね、うん、1年前はね、はい、今回もさすがにやっぱね、親知らずって結構ほっとくとね、うん、結構体調によっては結構炎症を起こしてね、うん、そこをちょっと可能したりしてね、うん、またいい、めちゃくちゃ痛いしね、うん、口臭の原因にもなるって言われたんでね。ほうほう、はい、いや、これもさすがに抜かないとな、そら、風俗嬢の皆さんにも申し訳ないじゃないさあ、あの人たちは、ほら、あんまりね、口が臭いですね、とか、
おちちんなんか洗ってますなんて言ってこないけどさ、まあ言ってこない、ね、来ないけど、はいはいはい、そんなデリカシーのないことは絶対に言わない人たちだけど、 それでもさ、やっぱこっちはやっぱ紳士だからね、はい、それは向こうにそういうなんか嫌な思いさせたくないし、うん、お互いやっぱりすごく50-50 のね、うん、こっちはお金払うとは言えね、はいはいはい、やっぱ対等な関係でやっぱそういうお付き合いしていきたいから、はいはい、やっぱりもう抜こうと思って風俗場の皆さんに悪いから抜くってのはどっちが抜くってどっちの抜くですか両方です、ね、もう分かんなくなっちゃったんですけど途中から親知らずです親知らずの、はい、はい、そうですけどよかった確認取る安堵ですね安堵ね安堵の話なんか聞きたくねえんだよ別にいやだからね抜きたもう大変なんですよ僕の親知らずはねもう真横に生えててねおもう本当にもう切開手術なんですよ麻酔してもうメスでも口ボコー切って大量の血を吸いながら歯医者さんがもう大工作業大工仕事みたいに、はいはいはい、ペンチでバキ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 って言いながらもう脳みそにあの振動が伝わってくるやつです、ねうん、でまあでもそれはねおかげさまで無事成功しましてねちゃんとやっていただきまして、うんうん、29日ですからね30日はね、うん、深夜に生放送があったんですよはいはいはい、はい、それちょっとまあ喉の辺とかね腫れてたりとかねちょっとうっすら腫れてるのプラス、うん、めちゃめちゃ痛いんですけど、うん、まあそれはもういいやと思って出たんですよ歯医者さんが29日までしかやってなかったから、うんうんうん、もうそこで抜くしかなかったから、はいはいはい、抜いたんですけど、うん、けもうでかいのよ親知らず抜いてることありますねないんですよ俺あそう、うん、まだあんのかね親知らず多分あると思いますけどめちゃめちゃでかいのやっぱ奥一番奥歯の奥歯だから、うんうん、本来は、うん、でどれぐらいって言ったらわかるかな株株そんなでかくないでしょ株ってでそう相当でかいイメージとしてあんなのねもうあだから抜くときでしょ白くてでかくて株だねいやでも株はいや抜いたことないでしょいやないですけど、ね、株ぐらいあるあそんな眠ってんの深いから我々の顎の先にはそうあそうなんだでもそれを抜いてまあ割って抜いてだから、うん、めちゃくちゃ痛いんですよそれ歯医者さんも丁寧にやってくれてるんだけど、はいはい、どうしても痛い痛み止め飲みながらやってるんですけどやっぱね徐々にやっぱ効きも悪くなってくるんですよちょっと飲みすぎ、うんうん、飲みすぎじゃないんですけど、はいはいはい、飲んでるとねでその生放送がクイズ正解は1年後っていう、はいはいはい、やつの番組で、うんそれでなんかクイズとかで失敗したら、うん、重心サンダーライガーが出てきて、はいはいはい、ビンタとかするんですよ、はいはいはい、俺だからそれライガー最初出てきて矢口とかが叩かれたりしてる時に俺やばいと思ってでライガーさんがまた左利きだから、はいはい、サンスポーだからちょうど俺のこの抜いた方に当たるんですよ俺これ生放送中にこのライガーのビンタ食らったら、はい血吐いて気絶するのマジでもう痛すぎるでしょ、はい、口から血が大量に出て気絶して終わりだと思って俺もだから一切ボケることなくクイズもうガチンコで一切間違えることなく答えてそうなんだ命がけでしたあんな命がけのことないねいやだからねそれでそっからまだずっと痛くてねいろいろね配置したんですよ酒井とかね、うん、西堀とか、うん、あの辺の後輩連中と箱根行ったりねお正月旅行であとちょっと一人でまた実家帰ったりねいろいろしたんですけどその間もずっと薬飲み続けてやってねもうやっと今日ね2週間ぐらい経ちますけどやっとその痛み止め今日から飲まなくなりましてだからねなんていうのは何してたってさね痛いからとにかく、うんはい、とにかくもう寝てんの、うん、正月三が日寝て何してたかってもうフール2週間無料キャンペーンやってるからそういううまいこと入って、うん、とりあえずブレーキングバット全話見て全部見てやったブレーキングバットそれで今ウォーキングデッドにそのまま引き続き移行してるっていうそれだけだけスレイノイズDreamer Live on air さあということでね
今夜のメールテーマは年末年始の報告ということでございます。メールもいただいておりますけれども、はい、まあ他にもいろいろ何でもいいんでね、いろいろ来てますけど、うん、ラジオネーム桃色クロババア、うん、MC が、うん、マリリン・モンローさん、好きなおせち料理何ですか？二手巻きやおシーンだよ。正月早々シーンがちょっと多いぞお前ら。安田さんもついにシーンが来ました、ね、安田さんって言うなよ。あ、マリリン・モンロー、マリリン・モンロー、マリリン・モンローもついにシーンです。ラジオネーム夜嫌いの夜行性、シンディ・ローパーさん質問です。どんなものをアナルに入れられると一番高い声が出るんですか？シシトの辛いシシト、辛いシシト入れられるとね、コウメダイヤじゃねえかよ。コウメダイヤじゃねえかよ。たまに辛いシシトあるでしょ。あります、あります、あれ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 が入れられると一番。小林明みたいな。いや怖いよ、見るだけになっちゃったラジオネームベアクローで攻めたい、シンディ・ローパーさん質問です。多いなシンディ・ローパーさん。年末年始はどう過ごされたのですか？ボランティアとオナニーボランティアとオナニーですね。ボランティア&オナニー、真逆ですよね。ボラニー、ボラニー、通称ボラニー、ボラニー、アメリカの方でボラニーって言うんですか？オナニーをする罪悪感をボランティアで消すって総裁するボラニー。これ流行語取れるんじゃない？取っちゃうね。これは取っちゃうね。ボランティアドーナー、ボラニー。ゲスナーの皆さんもね、これ今年のテーマにしてほしい。ボラニー。お前はただ単純にオナニーばっかりしてるだろ、もう本当に。何のもう理由もなくオナニーしてるお前ら。ボランティアしてからオナニーしてる。動物掃除してからオナニーとかな。ちょっといくらか募金してオナニーとか、そうしてほしい。お願いしますね。募金して募金してみたいな。金木はね、はい、本当に、本当にダメな空気を分かんないとダメだね。本当にダメな時は本当にダメな顔してるから、先輩たちは。あ、なるほど、うん、すいません、もうちょっと顔見ながら喋ります。うん、当然で。それは言わなくていいから、自分の胸に留めて。あ、わかりました。ちゃんと、はい、先輩からアドバイスいただいたなっていうふうに胸に留めてる。それを言葉に出しちゃうと、はい、それはもうこっちをバカにしてることになるから、はい、おちょくってることになるから、先輩方を、はい、気をつけてね。はい、気をつけます。シーンシーンやめなさいよ。まだ始まって25分ですね。ラジオネームあと1時間半どうなるんですね。まあ金木は本来も出禁だからね。あ、はいはいはい。いや、まあ、ない。だってお前はだってリスナーの汚いハッカーたちの力を借りてお前合格しただけだから。汚いハッカーって、まあ綺麗なハッカーもいますから、うん、トランプ候補みたいなもんだよ。いやあの人とは間違います。汚いのでそんな汚いの例えで、汚いののしって、いろんなののしって、いろんなところ暴言吐いて、それで人気上げてるみ一緒じゃないか。もう金も何も持ってないですか、私。別に何もない。ラジオネームニラ、はい、FM 岡山、うん、有吉さん、明けましておめでとうございます。新年一発目待っておりました。今年も一発目ですから、ふときよしこ先生に安田とゲスナーの一年を占っていただきたいです。いや、いいですよ、ふときさん。ふとき先生いらっしゃいますか？いないんじゃないですか？はーい。いらっしゃいましたね。猿年ね。あ、おめでとうございます。猿年だからね、猿ってのは、糞尿のね、しつけができない動物って有名なのよ、あれ。いつもお示してるでしょ。賢い猿やゴリラでも。はい。安田にとりあえずね、クソまみれね。クソまみれ曲いきなさい、ちょっと。今年クソまみれです。クソまみれ。わかりました。あ、8時半ですね。この時間からお聞きの皆さん。改めましてこんばんは。そして、改めまして、明けましておめでとうございます。ふときよしこの。
違いますよ。違う、カモリになっちゃってんじゃん。トキヨシコの、うん、来年あなたたちはクソまみれよドリーマーでございます。なんていうラジオだよ、これ。今年ね、間違えたわ。あなたたち今年はクソまみれよドリーマーでございますけどもね。まあ大半がクソまみれですからね、何の影響もないと思うんですけどね。東京。東京声だめ、声だめスタジオ。半蔵門です。半蔵門です。半蔵門のおしゃれなスタジオです。からね、はい、絶賛ね、ほぼ生放送の。いや、生放送です。ダウンタウンナウじゃないんですよ。僕始まりの時のダウンタウンナウじゃないんですよ、ね。問題発言が多いですから、ちょっとディレイでね。いや、してません、してません。5分遅れでやってんじゃないですか。ダウンタウンナウでしょ、それは最初の時の。はい。はい、生放送でお送りしております、はいはい、実は私ホフトキヨシコではなく、はい、有吉弘行でございます分かってますミスター有吉こと有吉弘行でございます、はい、ダサいんですね、はい、アシスタントは、はい、アシスタントは、マリリン・モンローことデンジラス安田でございます新宿カーボイ金木でございますそしてシンディ・ローパーです出てきたよ出てくんなよく金田智子もいるよ同じやね声は一緒だけど続いてはこの1週間のニュースを有吉くんにすっきり、有吉さんにすっきりさせてもらいますではニュースに行きたいと思いますまずこのニュースから堀北山本夫妻の新居探しを従業員がツイート、まだこんなことやるやついるのすごいねはい女優堀北真希さんとその夫山本浩二さんを接客し、うん、賃貸物件を紹介したことを不動産仲介大手の女性従業員が自身のプライベートなツイッターで明かし大炎上する騒ぎが起きました大炎上つっても大仁田敦さんの引退試合ぐらいは炎上してないですあれは電流爆破、ね、電流爆破ですあれぐらいかな、はいまあ、そのくらいかもしれませんね、うん女性従業員は、今日仕事で堀北真希と山本浩二夫婦接客した、いきなりの出来事に手の震え止まらなかったそしてついツイートしちゃったツイートしちゃったじゃねえんだよ、うん、バカ35万の物件紹介した、うん賃貸で探してるくさい、うん、すっぴんマスクメガネで、芸能人オーラ消してたからよくわからなかったけどお小柄で可愛らしかったのは確か旦那はかっこよかったとツイート、うん、ツイッターアカウントはすぐに削除されましたとこの人どうなんだろうねうーんクビになるのかねなるんでしょうかねどうなんでしょうかねこれで家賃結構安くしてもらえるのかなあすいませんっていうことでそうかなそうかなでもそれだと大家さんが違うもんねだって全然違いますねこの不動産会社が持っているアパートなりマンションならあれだけどそうじゃないもん ね, ねだって 貸主がいるんだもんねそうですねでもなんか、あんじゃない安くしてくれんじゃない安くしてくれんのかないや、言いますかねでもこの二人安くしてくれって思わないだろうね、ね別に。そうそうそう。いいよ、別にって。そうそう。10万にされなくていいよって思うよね。ああ、そう。やだね。こういうのでも久々じゃないですか。そうですね、だいぶ、だいぶなんかコンプライアンスみたいなことを言って、うん、なかったけどね、こんなニュース。うん、久々にあるんだね。うん、俺はまあ、俺はねちょくちょくほら山川のケツ取っちゃうツイートにツイートしちゃうけどね山川のケツ取ってはツイートしちゃってるけどね最近ついついこれだけコンプライアンスがねやっぱり低いよね低いから、うん、いやでも山川も漫才じゃないから、ね、あそうか本人が納得してるよね、うんうんうん、じゃあ問題ないキュッと自分で締める取られてんなと思ったらスッと締めてあそう見なくて分かる見なくて分かるんだってやっぱそうキュッとあ締めたなっていうその時にカシャッと、うん、こういうのがコンプライアンスが低い低いんだ徹底してないですよまあなるべくやめてほしいですねこういうことはねさすがにこういう人たちはやんないでほしいよね、うん、医者だとかそうです ね, そうですね医者とか岩田最悪じゃない、うんうん、有吉あの金玉の毛抜きに来たよとかさいやだよ有吉金玉の毛抜きに来たいやそれはね来たなうつってスレイナイトドリーマーLive on air. さあ引き続きニュースやりますか。はい。それでは続いてはこのニュースでございます。結婚ラッシュ2016。年が明け多くの結婚報道がありました。うん、お笑い芸人の金太郎さんはテレビ制作会社に勤める会社員と結婚。え、これプロレスラーじゃないの？大木金太郎さんじゃないですか？違います違います。あの金太郎モノマネのね、モノマネのね、前田敦子をやる。はいはい。
私のことを、私のことを嫌いになっても、AKB48 のことは嫌いになったことない。そうですそれでご存知の、はい、続いてですね、テレビ東京の大橋美穂アナウンサー。大橋です。そんな喋り方かどうかどうも大橋です。大橋美穂アナウンサーは元プロ野球選手で日本ハム一軍打撃コーチの白石則之さんと離婚し、同局の20代後半の若手社員と再婚、うん、そして俳優の吉田鋼太郎さん。吉田鋼太郎です。まあ言っちまえばいいんだろうけどな。22歳年下の女性と結婚、はい、吉田さんは事実婚も含め ×3 で実質4度目の結婚となります。恥ずかしい。一部吉田さんいらっしゃる。本人来てるんですか。恥ずかしいです。一部報道によると眼鏡にはこだわってます。あ、そうですよね。おしゃれそうな眼鏡かけてらっしゃいます。パーマにもパーマもこだわってそうですね。女性は銀座の飲食店で働くまあまだそうでございます。いやちょっと寄ってって。そのダミじゃない。そういうママじゃないと思います。銀座ですからね。銀座にはいらっしゃるんですよ、そっちのタイプは。はい。ちょっとおっぱいでも触ってくれ。すいません。触ってらっしゃいよ。いらっしゃいます。新宿です。新宿の2丁目とか触ってます。はい。いかがですか。金太郎ちゃんね。はい。金太郎ちゃんはよく結婚できたね。ね。家汚いんだよ、あの子、片付けられない女の子。ああ、そうそう、見ますね、めちゃくちゃ家汚いんだよね。うん。めちゃくちゃよ。うん。俺絶対嫌だよ。そうですね、確かにね。ゴミ屋敷住んでたよ。うん。ゴミ屋敷住んでる人よく結婚したね。うん。でも、こういうもんで、こういうことで治るかもね。まあ、そうですね。結婚すればね。あ、まあ、そういうもんかもしれませんけどね。大橋さんね。うん。巨乳ちゃんね。うん。素敵ですね、あの人ね。ガンバガンバですね、みんな。ガンバっていうの、ガンバっていうワードは久々に聞きましたけど。みんな結婚生活ガンバです。お願いします。本当ですね。はい。続いてのニュースよろしいですか。いきますか。もういいですかね。もういい、もう大丈夫。はい、以上でございます。ジャスティン・ビーバー遺跡で尻を出すっていうニュース、僕どうでもいいです。そうですよね。確かにね。またやったかだけで終わりですもんね、もうね。お前は出すなーで終わりです。終わりですからね。そうですね。全部そんな、まあね、大した受けをしないんですけどね。ジャスティン・ビーバーよりも毛深いポー。ジャスティン・ビーバーは別に毛深くないから。あ、そうですか。すいません。おかしいな。時代が変わったのかな。いや、本当に、お前、責任問題だぞ、こうなってた。ラジオ的なコンプライアンスで言うと、面白くないっていうのが一番の罪だからね。はい。これ一周だな。ダメ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 。まあまあちょっと抑えてください。抑えましょう。まあでもどっかハマってるとこはハマってな、初見みたいな人にはハマるじゃん。はあ。だからそれでいいんじゃない。こう一ヶ月とかちょっときついよ、こっちも。飽きちゃうのね。いやいや、まあ、いや飽きちゃうってまだほら、ポーっつってるだけだからさ。いやいや、まだ40分。まだ40分ですか。うん。まだまだいいでしょ。うん。俺まあこういうとこはっきりしてるからね。俺めちゃめちゃ好き嫌いはっきりしてるから。これまあ俺のいいとこだけどね。いやいや、まあその良さでもありますけど、まあまあそこはでもちょっと僕にはそうですから。好きなんじゃない？好きの裏返しですかね。嫌い。やめなさい。すぐ言っちゃった。コーナーお願いします。なかなかコーナー行きませんからね。はい、さあ、何でしたっけ、はい、あいつこんなこと言ってました、リターンズ。はい、テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話していたことなどをチクってもらう企画でございます。ポーン！あ、ちょっと僕の面白いやつ。ツッコミ下手なの。ツッコミできないの。いやいや、ツッコミはまあ、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 得意としてね。じゃあしなくていいよ。あ、そうですか。はい、すいませんでした。はい、かっけえからな。好きなんじゃない。だから裏返しなんですよね。いや僕リアクション取ってないでしょ、まだリアクション。大したリアクション取らない。いや、まあそうですけど、ちょっと一言1秒だけ待ってください。1秒や、そん1秒も無駄にできないんで、このラジオは。あ、そうタイトにやってんだ。本当タイトにやって、今日無駄多いよ。なかなかとやってましたよ。気のせいかな。
それはもうね、あの焼きごてをね、あの肛門に押し付けられてるね、あのライあのネットニュースの人たちなんてね、やきもきしてますよ。そうですよね。なんで金清の話ばっかりしてんの。一つも記事書けねえわ。書けねえ。いやいや、ジャスティンビーバーより金清は毛深いっていうね、記事になるかもわかんない。わかんないですけどね。なるわけないだろ。いや、まあなるわけは。金清。はい。なるわけないだろ。いや、なるわけはないですよ。新年一発目の生放送であんまりイラつかせないでくれよ。はい。こっちもやっぱり楽しくやりたいわけだから。いや、こっちも楽しくやりたいんで。リスナーの皆さんともやっぱり楽しくやってさ、やっぱ先週の上島竜兵会がやっぱ一番つまんないわけだから。そのハードルを超えなきゃいけないわけだ、我々は。なるほど。そうなん、この金清のせいで、上島竜兵録音会より面白くないってことになるぞ、それは。約束違うじゃないか。看板に偽りありじゃないか、それは、ね。なあ、そうですね。うん。なんでネットニュースの人も、もう、ただただ、もう、肛門なくなっちゃうぞ、これ。何にも書けずに。焼きごてでずーっと当てられてんだから。そうですね。ラジオネームね。はい。三平かな、うん、三平。うん、有吉さん、赤いキツネと緑のタヌキを食い散らかす茶色いオラウータンこと武田鉄矢さんが茶色いオラウータンなんて言い方をそれ。赤いキツネと丁寧に食うってずっとやってんだから CM 赤い食い散らかすわけねえだろうよ。赤いキツネと緑のタヌキを食い散らかす茶色いオラウータンこと武田鉄矢さんが。いや、いいよ。受験生応援イベントにてゲスナー顔負けの不倫騒動を巻き起こしたベッキーさんについてこんなことを言ってやがりました。どんまいどんまい、ベッキーさん頑張って、一つや二つ悪いことしないと立派な芸能人になれないよな。気にしないで、おどおどしないで、ベッキーらしく笑顔で乗り切ってほしい。おい、どうした武田、いつになく歯切れが悪いじゃねえか。ご意見番気取りで的外れなうんちく垂れ流すのがお前のデフォルトだろ。いつものねちっこいクソみてえな説教かまして世間から嫌われろ。不倫ネタなんてお前が一番好きなごちそうだろ。あれ、まさかこいつ不倫してんのか。怒られるよ。怖い、瞬間文章、次のターゲットは決まったぞ、今すぐ武田の LINE アカウント押さえろ。怒られるよ、もう。茶色いオラウータン、あげとこう、これエンジェルあげよう。あ、茶色いオラウータン欲しいな。誰だ、これか、はい、ラジオネームね、うんたくん、有吉さん、誰が聞いているのかわからない、誰も得していない音楽界のアイバンこと歌手のベッキーさんが自身が 作詞をした楽曲 WBC の曲中でこう歌ってやがりました。一度きりの人生、楽しまなきゃ、ソンソンソング。あっマジかよ、マジこれ、こんな歌あんの。一度きりの人生、楽しまなきゃ、ソンソンソング。いやマジこれ。遊ばせて踊らせてきらびやかなステージ、ちょっと中略しますね、はい、二度とはない人生、キュートに生きな、キャットキュートに生きな、キャットなんだけど、キュートに生きな、キャット。キュートに生きな、キャット。笑わせて、甘えさせて、乗馬中のプリンス。そうだよね。人生一度きりだもんね。自分の生きたいように生きなきゃ損だもんね。わかる。わかるよ。僕は、君のことを責めたりなんかしないよ。これからも変わらず、バラエティや歌で、僕たちを明るくさせてね。なんて言うと思ったか、バカ。何が粋なキャットだよ、泥棒猫。そもそもな、好感度高いとか、清純派とかでやってきた気でな、いるかもしれねえけどな、
こっちは最初から業界ずれしたうるさいハフ側の日本人としか思ってないんだよ。今回の騒動も残念ながらショック受けてる男なんて一人もいねえからだ。誰も聞かねえ歌歌って誰も気にしないスキャンダル起こして、お前それでも芸能人か。そろそろ人を喜ばせたいとか思うなら、僕ちんのためにゲスの極み乙女ってタイトルで AV デビューすべっき。自分もやっちゃった。自分もやっちゃってる。自分も相当ソンソンソングぐらいやっちゃってますよ。やばいやつ。やべっき。ね、あとはね、ラジオネーム巨肉体質。ベッキーが幹事を務めるハーフ会メンバーの騒動後の SNS 内容を報告しますね。おーローラ、メキシコ旅行中。豊田エリー、お餅にイクラツナマヨを乗せると美味しい。トリンドルレーナ、ドラマ番宣。おシェリー、うん、産休中。アイバン、うん、めいっ子とお正月。ハリー杉山、うん、いつも通りテンション高い、うん、アントニー、矢口真理と番宣、ユージイクメンアピール、ジョイ香港旅行。おいおい、いつもの仲良しアピールはどうしたんだよ。こんな時こそ一致団結してリーダーをかばうのが、お前らビジネスライクなハーフサークルの出番じゃないかよ。ただそんな中でウエンツ英二が事件の前日にブログでこんなことを書いてました。題名にやり。まず笑顔マークから始まります、うん、偶然キーを間違えたら笑顔マークみたいになったので載せておきます。もうこの笑顔は二度と作れません。中略。明日はスッキリです。今年は休みの期間が短かったとは思いますが、気合い入れて頑張っていきましょう。僕も1月2月はとても大事です。頑張ります。おいウェンツ、リークしたのお前か。ベッキーの代名詞である笑顔は二度と作れない。翌日の1月5日にスッキリする。1月2日はポストベッキーで、ベッキー騒動でとても大事。という。ウエンツぐらいですか、じゃあ。あとは、あんまりないんですよね。あんま、そうね。これいくか、じゃあ。ラジオネーム、つぼうちうんそう。いつものように YouTuber の動画に低評価をつけて回っていたのですが。その際にドンバレカヤマ、カヤマ YouTuber とかいうカヤマ雄三のチャンネル発見しました。その中のアップした動画の一つ、大予想今年の一文字を書いてみたの中でこんなことを言ってがありました。ノーベル賞を受賞した二人が、受賞した方が二人もいて素晴らしいと思うんだな。それから錦織君もランキング上がってきたでしょ。それからラグビーだな。本当に素晴らしい一年だ。そして書いた漢字は海。バカかよ。上げときましょう。一旦ブレイク。Stay Night Dreamer Live on air。 さあ、というわけでアリーシュキサンデーナイトドリーマーあっという間1時間経過でございますが、ラジオネームポーピー、金木よ、はい、お前もボラにしようぜ。まず20時台終わったら家に帰る。そしてマネージャーに連絡して引退伝える。これがお前にできる最高のボランティアだからな。いやいやいや、んでオナニー。オーケー、聞こえた。いやいや、聞こえましたけど、なんで僕芸人辞めてオナニーしちゃダメなんですか。ボラニーだ。いや、ボラニーだ。ラジオネーム桃色クボババア FMC が、春になると川の清掃ボランティアがあるので、意識高い系女子大生のスケブラでボラにしようと思います。今年はボラにイヤーにするぞ。ラジオネームブルースドライバー FM 岩手、マリリン・モンローさん、成人式で暴れる若者たちに一言お願いします。おっぱい舐めていいわよ。江戸はるみだから。ほぼ江戸はるみだから。おっぱい舐めたいのと一緒。おっぱいちぎられて食べられちゃう。暴れるんだから成人は。たまにそうだ。おっぱい吸わせろ、吸わ、おっぱい吸っていいわよって、おっぱいもぎ取られて、それラグビー始まるから、それがラグビーの起源。違うわ。乗ってないそんな生きみたいに。ラジオネーム竹原おきみる、竹原おきくるみ、うん、
FM 鹿児島。モニカ・ルインスキーさん、質問です。おせちの栗きんとんを机の下で食べた感想を教えてください。とっても、しょっぱくて美味しかったわ。味覚がおかしいんだよ。さあ、というわけで。はあ、一部の地域のことね、うん、もうこの時間で分からない、終わりなんですね。ほとんど無駄話しかしてるんです。めちゃめちゃ身にならないですけどね。もうちょっとやっぱ情報とか入れていかないとなと思っていますけどね。はい、はい、でこれでお別れでね、まあ、来週金清がいるかどうかちょっと微妙なところなんですけども、まあ、来週も聞いてください、というわけで、ね、お相手は有吉弘行ちゃんとデンジャラス安田ちゃんと、新宿カウボーイ金清ちゃんでございました。そしてシンディローパーだったよ。さあ、2016年1月10日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今夜のアシスタントはデンジラス安田と新宿カーボーイ金城でございます。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお届けしておりますサンデーナイトドリーマーでございます。これが親知らずを抜いた滑舌です。素晴らしい、FM っぽい感じ。そうなんです。はい、ということでもね、まだ上の歯はね、うん、インプラント入れなきゃいけないんでね、おスカスカなんですよ本当は。急に悪くなったんだ。この会話2ヶ月ぐらいしてる。歯抜いてから滑舌が悪いですっていうのも2ヶ月ぐらいやってますけど、いくつさえ受けなくてもやるタイプです。お構いなし、お構いなしですね。お構いなしって言ってた。本当にお構いなし。本当にお構いなしじゃねえか。どうしようもないですけどね。今日からお相撲始まりましたので、ぜひ皆さんね、ご覧になっていただければと思っています。相撲関係ない。どの位置なんだよ。デーモン国連狙ってる。荒い荒い。物まねが荒い。箱根旅行行きましてね、はいはいはい、フルメンバーで言いますと、私あと西堀ですか、はあね、僕の友達の大下くんですね、うん、役者の大下くんですね、で、酒井アルコ&ピース酒井、うん、ダーリンハニー吉川、はい、それであいつかグリーンピースの落合っていうですね、ちょっと以前富山旅行にも一緒に行ったんですけど、まあお酒を一切飲まないし下戸なんですよ、お酒一切飲まないし車の運転ができるということで一番便利なんです。そういう位置なんですか。そういうつもりで、まあ、一応落合を誘うんだ。あとはもうあんまり喋らないんですよ、あの無口なんですよ。そうなんですか。そう、我々のグループの中ではもう高倉健的存在。なお落合って言うと、はい、そうですね。いや芸人じゃないんで、緊張してるからだけど。漫才そんな感じじゃないでしょ。あんまり喋れないです。撲突としてて、ですからね、ついつい連れていくんですけど、でも結局ちょっと。だからうちの方の近所の方に集まってもらって、はあ、俺の車で、はあ、愛車オデッセイですね。もう7年目まだ乗ってんですかね。何回車検通せば気が済むんですか。まだ乗ってんのあれ。もうで8年かな、7年か8年目になりますけども、愛車オデッセイで私の愛車オデッセイで箱根まで行こうということになりますので、はあはいはい、ちょっとみんなうちの方の方に集まっていただいて、はあ、でそこから出発ということだったんですけど、運転落合にさせようかなと思ったんですよ、うん、そしたら落合が、箱根までって首都高速通りますかっていう、はい、首都高は通んないぞって言って、首都高は通んないよって言ったら、首都高はちょっと怖いんで不安なんですって言うから、いやこれ運転させられないぞ。いや首都高怖いですって言ってるやつにやっぱり運転させたくないし、やっぱ自分の車だから俺が一番慣れてるしね、うん、やっぱ俺やっぱ人の自分の車人が運転してて事故で死ぬの一番嫌だから。そうですね、いやめちゃめちゃ嫌でしょ。嫌ですね、確かに。芸人キャノンボールっていう番組の田中がずっと運転してたんだけど、俺助手席乗ってもずっと一日中ヒヤヒヤするの、やっぱり。そうなんだ。もうブレーキ強いとか、車間距離開けろとか今すごい気になるから、それだったらもう俺運転しようと思って、俺が運転して箱根まで行って、はい、
ったんだけどね、特にね面白い話題ないのよ。ないのかよ。ありそうな入り口だったのめちゃめちゃ面白いこと起こんないね。起こんなかった、うん、だからやっぱ何がやっぱりねあれいいかって言ったらね、うん、やっぱあれぐらい、まあもう買って知ったる、まあメンツっちゃ買って知ったるメンツよ、もう付き合い長いね、はいはい、別に、はいはい、だから何がいいかって言ったらね、別に特にね面白いこと言わなくてもね誰も緊張しないっていう、ね、何にも起こらないことに対して誰も不安を持ってないっていう、はい、誰もバタバタしない、ね、面白いことしようと思わないんじゃないかね。ああでめちゃくちゃ車の中でも普通になんか会話弾まないよ。一回言ってみたら会話弾まないなっつって、会話普通もっと弾むんじゃないよ。だから西堀とかがなんかあれ正月のあの番組見ましたとか言って、ああ見てないねっつって言ったらしから200m だったな。その会話が 200m ですね。結構盛り上がる話だと 1.5 ぐらい行きました。 1.5km ぐらい行きましたねっていう、そのなんか距離で時間を盛り上がったかどうかを。いやだからもう全然盛り上がらないですけどね。まあめちゃくちゃつまんなくはないね。個人的には楽しいんですよ。うん、はい、だから、うん、だけどこのラジオでお話しするような話は全く起こってないんですよ、うん、でまだその箱根終わって実家の方帰りましてね、はい、実家の方帰ったらまあ姪っ子とかが いるんですけども、姪っ子2人いるんだよね。で弟連れてきてくれたりしてちょっと見たりして、うん、まあ袋と飯食いに行ったりとかするんだけど、おーおー特にないんだよ。浴びそうだったのよ。Slay Night Dreamer Live On Air。 さあ、今夜のメールテーマは年末年始の報告ですけどね、安田ちゃんなんか何してたの？あれ正月は正月は家でもう、いや違います違います、あれ炊き出しなんか行かないよ。炊き出し、うん、あれです爆笑なんで炊き出し、炊き出しに行ってたら発表しないよ。いや毎年正月行くないの？行きませんよ。初詣と炊き出し行きません行きません。あそう、爆笑ヒットパレードにダチョウさんのあれで出てちょっと、あそうなの、ネットちょっとだけネット、おでんです。あおでんね、おでんでちょっとだけ中継出してもらって、で出川さんも一緒だったんで、その後に1時ぐらいに終わったんですけど、昼の1時ね、はい、その後夜6時ぐらいから出川さんがハワイに行くからっていうんで、時間潰しみたいな感じで、そこがのぶしっていうところだったんですけど、居酒屋ね、はい、そこから飲むことになりまして、1時から1時から、3時半ぐらいまで、2時間半、はい、で6時から新年会が夕方の劇団、そうそうそう、夕方の正確なこと言う6時から飲む予定だったんですけど、お酒を、はい、もう酔ってしまったのでお酒飲んだから、お酒飲んだからね、どうしようかってなったんですけど、これからどうしようかって、で一旦これからじゃないです、あ今からね、うん、でその後その一回帰るともう出てくるのが嫌になっちゃうんで、家に帰るとね、うん、はい、だからもうどうしようかってなって、この余った時間どうしようか、そう余った時間どうしようか、うん、でそのとりあえず日本庄屋なんですよ、中野の庄屋なんです、居酒屋ね、居酒屋の庄屋に行こうとして、うん、とりあえず行こうと向かったんですけど、居酒屋の庄屋にね、居酒屋の庄屋、そこ5時からだったんですよね、うん、開店がね、開店が、うん、で4時から、うん、4時に着いてしまったので、まあ、その居酒屋の前にね、前に、うん、1時間余ったんですよ、ね、余ったね時間が、で隣にある風月堂っていう喫茶店ね、喫茶店があるんですけど、うん、そこにお正月にですね、ケーキとか食べてるような人たちのがいる中に、お客さんね、ベロベロの上柴竜兵が入っていて、お酒飲んでるからね、お酒飲んでるから、でそこで風月堂でワインを1時間飲むって、風月堂ワインあんの、置いてあったんですよ、そこで1時間飲んで寄り寄ってしまって、で5時からまた少し飲んで、劇団人とかも来て7時ぐらいには全員集、芸人さんの全員集合したんですけど、大所の仲間たちがね、はい、集合したんですけど、もうすでに出来上がってる、出来上がってるんで、通常だと12時過ぎまでやる新年会が、朝方までやりますよね、やりますよね、9時に終わる、早っめちゃめちゃ健全ですね。そうです、そうです、劇団人が帰りたくないっすよせっかくせっかくやっと家出てきたのにやっと家出てきたのにってなんだ子供でも面倒見なさいって言われるんだ言われる、1月1日は許してもらえるんですけど、そうね、でやっと廊下に出てきたのに帰りたくないっすよっつって
叫んでました。バカだね。もう7時過ぎにはもう帰ろっかって言って。そうだよ。金木もいたんですよ。いや僕もいたんで。入ってこいよじゃあ会話に。いやじゃあすみませんちょっと相槌打たれてたんでちょっと。俺が正確な相槌打ってたからな。そうですね。入る隙もなかった。隙もなかったですね。正直な相槌だった。喋りやすかったんだな。喋りやすかった。そうだろうな。はい、そうですね。年末年始皆さん何してたんですか、はい、ということでラジオネーム渡り、うん、FM 群馬有吉さん、あけましておめでとうございますね。はい、あけましておめでとうございますね。フレンドリーな感じ。年末年始の報告、初詣行ってきました。神社のお水を飲むところ。何神社のお水を飲むところでいっぱい冷たいお水飲みました。冷たくて美味しかったです。有吉さん、初詣で冷たいお水飲みましたか？あれ手洗うとこだよ基本はね。まあ飲んでもいいけどね、あんまり飲まない方がいいよあそこはね。はい、面白いの住所書いてないから残念だな。また書いといてね。ラジオネームルサンチマン FM 長野、うん、僕の年末年始ですが早速インフルエンザにかかってしまい外に出かけることができませんでした。体調崩しても性欲だけは通常通り元気だったので毎日毎日家の中でチンコを握りしめている生活でした。縁起のいい金粉もの AV を見て興奮する正月もいいですね。だからいいんだけどな、今年はもうボラニーだぞ。ボランティアした後にオナニー、ボラニー行こうな、うん、天下グループと組んでなんかできないかな。ボラニー用のね、天下できるかもしれないですね。いいですね。ラジオネームエレファントかさまし FM 長野、年末年始の報告です。元日におば家族とご飯を食べました。21歳の僕ですが25歳のいとこにお年玉をもらってしまい、嬉しい反面情けない気持ちになりました。このお金でパチンコに行こうと思います。好きにしてくれ、本当に。好きにしなさいよ、本当に。はい。さあ、というわけで、続いてはね、有吉のそれわかる。はい。誰にどんないじめられ方をされたいのか、有吉くんがわかるかわからないで判定していきます。はい。お願いします。ラジオネーム来てるし。コーナーも変えないとな、お前考えてきてんのか。なんで、おい、ちょっと待って、考えてこいよお前。いやお前じゃないんだよコーナー。考えてこいじゃない、俺ここの作家じゃないんですよ。いや考えてくるんだよお前。いやまあまあ考えてくるんなら考えてきますけど。いやその態度なんで、考えてきますだろ。いや違う違う、ておかしい、お前の態度おかしいだろ。作家に対してそんな態度おかしいだろ。お前考えてこいよこの野郎つって、それおかしいだろ。頼むね。はい、わかりました。はいじゃないんだよ、はいだろ。はい。起きてるし。雪がちらつく夜、馴染みの小料理屋へ。カウンターだけの店にはまだ客がいない。一番乗りだ。店を一人切り盛りするおかみの木村多江さんが俺に気づく。あら、いらっしゃい、今日は早いわね。カウンターの端の席に座ると割烹着姿の多江さんが、はいお通し、寒いからあったかいやつね。俺の前に置かれたのは熱々のホットテンガ。おいおい、タイさん、やけどするよ。違う皮が剥けちゃうよ。と笑うと、何言ってんの、もうビンビンじゃない。と小悪魔の微笑み。雪、テンガ、美人女将。寒い冬も、そう悪くない。一発目渋すぎるだろ。新年一発目のそれわかる渋すぎるだろ。バカ、あげないよ。あげないんだ、絶対あげないよ本当に。ラジオネーム油木ぎっしゅゆう。大原さくらこちゃんでしたっけこれね。大原さくらこちゃんがエグザイルメンバーに脅され今にも殴られそうだったので、やめろと叫びながら桜子ちゃんをかばう。しかし大人数のエグザイルメンバーには勝てず、ボコボコにされ、虫の息の僕を桜子ちゃんが涙を流しながら見ている。死に際に、僕は死んでしまうけど僕は君を一生守ると言い死ぬ。そして僕の死体から金玉の皮を切って加工してスマホケースにしてもらい、大原さくらこちゃんのスマホを傷や落とした時の衝撃から守りたい。バカ
ダメだな。何なの？これこれこれなの？当たりだったんですよ。あげときます。パン。ラジオネーム永田ロックセド。美人シュートボクサーレイナ選手に108回僕の股間を蹴っていただいて煩悩をなくしたい。いやそれ自体も煩悩だからね。蹴ったら蹴られたいっていう煩悩だから。ラジオネーム耐水ペーパー。北川景子さんにピザって10回言ってみてと言われたので、ちゃんとピザと10回数えると、その後じゃあここはと北川景子さんが自分のおっぱいを指で刺した。僕は空気を読んで、あ、膝ですと答えると、バカおっぱいだよと言って水落ちに膝蹴りを食らわされ、北川景子さんの生声おっぱいに股間を膨らませながら失神したい。どういうこと？はい、ピザ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 、ここは、ひさひさです。おっぱいだよ。最高じゃない。いいね。いいね。あげとくか。大盤振る舞い、お年玉だ。あっぱらだ。金木はどうされたいの？誰にどうされたいの？簡潔に。新川優愛ちゃんっているじゃないですか。あの子、ちょっと背大きいじゃないですか。大きいから、あの覆いかぶさってほしいんです。僕にパンって飛び乗ってもらって。ノーマルだな、童貞かよお前。ラジオネームオマットさんでした。大晦日に部屋の掃除をしていたら押し入れから浮き輪が出てきました。匂いを嗅ぐと磯の香りがして、私をあの夏の日へと誘いました。うだるほどの日差しが照らす中、広瀬姉妹と湘南の海に行った。はしゃぎ回るすずちゃんは、私が持ってきた浮き輪に空気を入れ、海へと一直線。そんな彼女を、アリスちゃんと一緒に微笑ましく見守る。楽しい夏の思い出でした。私は浮き輪の線を外し、出てきた空気を陰茎に当てながら朱印を楽しんでいると、除夜の鐘が鳴りました。明けましておめでとうございます。今年もいっぱい、オナニーしたいですね。広瀬すずちゃんの呼吸で興奮しちゃったの。これはちょっともう年齢的にちょっと若すぎますから気をつけてくださいよ。本当にね、絶対ねダメですよ、うん、あの本当に、うん、女子校に忍び込んでね、制服盗んだりね、不倫したりしたら絶対ダメですからね。まあダメです、ダメです、両ダメですからね。それはもうぜひもうそういうことは一切やめるべきなし。やめるべきなし。影響されてんじゃん。さっきのメールに影響されちゃってんじゃん。なし。ラジオネームラッパーザキバチョ。スマホで OK グーグル、牧陽子の自宅を教えてと言ったら、グーグルが牧陽子の家へナビゲートをしてくれて、牧陽子の家の前に到着した。俺は早速チャイムを鳴らして、チンコをガチガチに勃起させて土下座しながら、童貞の僕とセックスしてくださいと頼んだら、出てきた相手は、牧は牧でも牧クロード。そして牧クロードの荒々しいセックスに快楽を覚えて、俺はお姉の道を突き進みたい。いや、ついにこんなやつ出てきたよ。ついにこんな、いや、ラッパー崎まんじゅう、もうちょっとなんか、女好きだったりの思うけど、今年はもうそっちでいいのかな、もう。急なカミングアウト。カミングアウトバラエティサンデーナイトドリーム。そんな風になっちゃったの。結構ゴールデンにやってそうなタイトルですけどね。内容はゴールデンには耐えきれない。ないことない。どうしようかな。ラジオネーム、起きてルーシー。勝間和代、小島恵子、浅木久仁子、高木美穂が作る知る人ぞ知る童貞再生工場に入門させてもらい、俺の戦力外チンコをいぶし銀にしてほしい。意味わかんないんだよ前編。
短いやないかなって。これじゃあ1枚、ラジオのチェインギャング5。堀北真希ちゃんのためにラブレターを書こうと決心するが、俺みたいなクソ童貞がラブレターを書いても真希ちゃんの心は動かせないと思い、真希ちゃんへの思いを一冊の本にしようと思い執筆開始。しかし開始5ページで書くことがなくなり、山本浩二の悪口や出ていたドラマの舞台の悪口を書き続ける。あっという間に21冊を出版。この本で日本エンタメ小説大賞を受賞したい。無理です。以上です。さあ、東京ハンズオム JE 風のスタジオから生放送、有吉るきサンデーナイトドリーマー。今夜のメールテーマは年末年始の報告でございます。ラジオネーム夜嫌いの夜行性、有吉さん、僕は昨年末29日重い布団をどかしコミックマーケットに行ってきました。すごいね、これ大脱走みたいなもんですよ。ゲスラーにとってはもう脱獄みたいなことですけどね。ラジオネーム黒羊さんの書いた主人公優しい雨松崎ダーリンハニー吉川の BL 漫画シークレットファニーボーイを購入しに東京国際展示場へ。会場について情報のあった販売場所に恐る恐る足を運び、ゲスナーであることをバレないよう他の漫画を読んだりしながら数分勇気を出してシークレットファニーボーイを手に取り、売っている人にあの黒羊さんですかと聞いたところ、あ、違います、今外に出ててもう少しで戻りますと、まさかの人違いがあります。その後黒羊さんに会うことができ本を購入しました。聞いた話によると本は順調に売れているとのことだったので、僕も来年は外で頑張って生きてみようと心に決め、家に帰ってまた寝床につきました。ちなみに BL 漫画は思ったより読みやすい絵内容になっており、僕が購入した後に松崎さん本人も購入されたようです。偉いな、よく買ったな。買ったんですね。なるほどなるほど、いやすごいね、ありがとうございます、うん、報告をね。うん、あとはね、ラジオの黒羊 FM 群馬ね、いいね、これまたやってほしいですね、いろんなのね、うん、そうですね、いろんなの書いて、うん、安田さんと金清とかね、あ、同人誌よ、何回、はい、の気持ち悪い、うわ、どんな内容になるんだろう、なんで楽しみにしてんの。ラジオの黒羊 FM、 あ、黒羊だ、あ、ちょうど黒羊、そうですね、はまあいいか、ラジオの黒羊 FM 群馬、今年はボランティアをしてからオナニーをするというボラニーを推奨していくとのことですが、ボラニーという言葉が他に存在してないか調べてみたところ、うん、ひき肉の具を小麦粉で作った皮で包んで揚げて、かっこもしくは焼いて、ヨーグルトベースのソースをつけて食べる、中東で食べられている料理らしいです。なんと、なんか、皮とか白い液体とかチンコっぽいし、ゲスナのみんな、ボラニー食べてボラニーしましょう。そうだな。だから、ボランティアして、ボラニー食って、オナーにするんだよ。だから、ね。ボランティア忘れちゃう。ボラボラボラだから。トラトラトラみたいな。ラジオネームパックパク。僕は来週センター試験を受けます。緊張に負けて失敗をしてしまいそうで怖いです。有吉さんから激励の一言どうかよろしくお願いします。緊張すな。可能がたまに可能なんだ。曲いきましょう、はい、曲いきましょうね。紅白では圧巻のステージを披露してくれた椎名林檎で、椎名みかんじゃないの、え、みかんじゃないですよ、リンゴスリム、はい、椎名林檎で長く短い祭り。天上天月だ。さあ、東京半蔵も JFN スタジオから有吉弘行ちゃんと、デンジラス安田ちゃんと、新宿カーボーイ金清ちゃんがお送りしており、金清な。あ、なんで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 僕だけちゃんつけたら、僕だって可愛くなりたいんです。続いては、はい、サム・スミス。グラミー賞に輝いた名曲 BGM にスピーチを紹介しております。はい。ラジオのタイガーアッパーカット。どうも、小栗旬です。政治家の皆さん、軽減税率定めてくれてありがとう。テイクアウトは 8%、 外食は 10%、
つまり店内で食えば 10% の税金払えば OK ってことですよね。僕は嫁の山田優がいるからテイクアウトは基本しない派なので、その差額の 2% は有名税ってことで受け止めます。え、税金払えば店内でパコれるわけじゃない。シュンとしちゃいます。でもこれからも外食産業応援してます。外食最高。うん、くせえな、こいつ。何シュンとしちゃいますか、ね、こんなんいらないよ、普通に。あげとくね、じゃあ。いや、あげるさ。ラジオネーム、三平。本日は、JR 高感度線、清純初、ゲスの極み行きの下り列車にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。この列車の停車駅は不倫、密会、LINE、ホテル連泊、実家旅行、卒論、文春、炎上、謝罪会見、友人アピール、嘘バレ、再炎上、ゲスの極みとなっております。なお本日の JR 高感度線上り列車は全て終了しております。キャラ変更方面へお急ぎの方は終点のゲスの極み駅から JR 略奪混戦開き直り行きの区駅列車にお乗り換えください。以上、車掌の西村健太でした。西村健太区域列車だけだろ本当に。別にあれ、あげときますよ。パン、エンジェルあげときますかね。じゃあエンジェルあげときましょう。パン、いや面白かったですね今のもね。もう一枚いこうかな。じゃあラジオネーム三平。2016年元日、今年もクソつまらない親戚どもがガン首揃えてやってきて狭い我が家を占拠した。あいつらはバカだから人の家でも平気でくつろぐ、バカだから人んちのおせち料理をバクバク食う、バカだから笑いどころが一つもない昔話でワイワイ盛り上がる、そして話題がなくなると俺に矛先を向けてくる。もう結婚してないのお前だけだな、就職してないのもお前だけだぞ、いい加減まともに生きろよ、みんなの前で今年の目標言ってみろ。俺は大泣きしながらズボンからチンポを引っ張り出し、うるせえ、しこるぞ、しこられたくないやつは帰れ、叫ぶ。バカな親戚どもは地蔵のように静まり返り、逃げるようにして我が家を出ていく。つまり今年も俺の圧勝だ。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。いい加減してくれよ。以上、サム・スミス。続いてだよな、はい、だよなで締めれば何でも OK です。はい、ラジオネーム虎のアナル。結局今年も誰にも明けましておめでとう言えずにお正月が終わったんだよな。まあわかるけどね。何ふんって。いやいや、誰お前どうする、実家帰ったの。いや僕な何も帰ってないです。実家帰ないの、冷たい男だなお前、そんな顔して。いやいや、いや温かみゼロなの。いやいや、高いんですよ正月飛行機が。いやそれでも帰らない普通、みんな実家帰るじゃん、まあ、高いけど帰るんじゃん。帰る、いやまあそうなんですけど、あんま帰んないですね。じゃあいつ帰んのよ。今でしょ。ですね、ちょっとテレビのリモコンでぶん殴らせて顔を潰せば死ぬって知ってんだよ。豪華でも抑えて抑えて。どうぞどうぞ。
どうマリコ。テレ朝アナウンサー。返しちゃった。もういい加減に返しちゃった。どうちんくん。やめろ。やめろ。もう二人でやめろ。どうまやし。やめろ。やめろ。どうぞ。やめろ。ラジオネーム。お願いします。えのの妹子。死にたい。と思う気持ちは山ほどあるのに。お餅をよく噛んで食べちゃうんだよな。両親じゃないんだよ。そんな自殺の方法ないだろお前。いやいやいや、よく噛んで食べてくださいよ。いや、カブト君はどうなの、お餅まだ無理？まだお餅無理です、ね、無理、はい、じゃあまた正月もあれ、じゃああのフリーズドライのほうれん草食わして。食わしてねえよ、そんなこと。水につける。そんなことしてません。水味の、水味のほうれん草。そんなことはしてません。ほうれん草は食べませんよ。せめてお塩ぐらい入れてやったら。いや入れてます、ね、あるでしょ、お塩ぐらい。別になんか自家栽培でもな、自家製でも。いやいや、そんな塩を自家製ではやらないですよ。はい、ほうれん草ぐらい食ってんの。ほうれん草は食べれないですけど。ほうれん草食えないの、かわいそう。ほうれん草何食わせんじゃ。ほうれん草はた食べれないってないから食べれないんじゃないんだよ。ないからじゃないよ。買えないでしょ。違う違う、買えないからじゃなくて。フリーズドライは買えるのよ、買える、うん、それは俺が食べてるから、うんうん、カブト君じゃあお正月何食べたの。お正月らしいもの食べさせてやんないの、かわいそうに。お正月らしいもの、角砂糖は。角砂糖はお正月らしいもんなの。せめてせめて角砂糖2個並べて、上にあれなんか南天の実かなんか乗せて鏡餅みたいに。やんねえよ。やるかそんなの。ラジオネーム足草まんじゅうキック、うん、親戚のおじさん話長いけどお年玉くれるから我慢できるんだよな。いや、もう話長いおじさん嫌でしょ、我慢できないよね、さっともらいたいですね。もう確かにね、あげましたよ、めいっ子に。あげたんだ。いくらぐらい渡すんですか。ん、なんでそんな下世話な話。いやいや下世話、いやその夜7時のそういう番組かよ。あなたの年収いくらなんですか。いやいや、そういう意味じゃないですけどね。いやいや、俺の答えでしょ、あなたこそいくらなんですか。しょうもな。いやごめんなさい、ごめんなさい、そういうわけでもなかったの。しょうもな。いや、なんかいくらお金の話。じゃあ他のお年玉いくら入れてるんですか。1万円ぐらい入れてるんですか。いや、そんなに入れてない。じゃあいくらなの。しょうもな。あるよ、ある、そういう番組あるよ。まあまあありますけど。あります。スイッチオン。3人誰だ誰だこの3人は。しょうもな。あるよ、ある。そうですね、ある、そういう番組ある。吉本はギャラ安いんですから。知らねえよ、しょうもな。変わってる、変わってる、ここ先は変わってる。全然僕のことじゃない。ラジオネーム油ぎっしゅゆう、はい、川口春奈ちゃんを押し、川口春奈ちゃんのおしっこをトイレに流すのは、お金をドブに捨てることと同じぐらい損なんだよな。わかるー。コーナー変わってる。コーナー送り先違うよ。だよなじゃないですよ。わかるのコーナーじゃない。わかるのコーナー。あ、じゃあわかりません、わかりません。わからない、わかるんだろ、だって。ラジオネーム走り熊、課長にひたすら怒られる初夢を見たんですけど、そもそも俺働いてないんだよ。辛い、働いてないか。妄想課長、妄想課長の妄想説教最悪。ああそうね、金今日初説教された。初説教、うん、説教はまされないの。まだされてないですね、説教。土田さんにも嫌われたみたいで旅行誘われなかったみたいな。もう結構。毎年行ってるんですけどね。もう背水の陣だな、そろそろ。誰もかばってくれない。行ったらしいんですけど、僕誘いがなかったんですよね。ついにだな。ちょっとそっから。孤立無縁だな、お前。いやいや、いや、まだ、いやいや。兵糧攻めにしてやろう。Day Night Dreamer Live On Air。引き続きだよなやってますけども、はい、金木お正月どうしてたの。いや僕はもう何にもしなかったです、うん、何にもしなかったの。はい、終わり。いやいや、ラジオネーム油ぎっしゅゆう、アキレス腱切れたけど好きな女の子のパンティー見れたから結果オーライなんだよな。まあね。
まあね、九死に一生みたいなところだね。そうなの。安田さん、排水口は今年はやらなかったの？排水口に潜り込んで女の子のパンツ見るってやつはやらなかったの？あのね、一度もないんですよ。あれ、僕じゃないんですよね、あれ。あ、そうなの？はいはいはい。あれ、同じ人が2回やってるだけだから。あの、2回目の人は俺じゃないんですよ。じゃないのね。違います、違います、違います。なるほど。はい、ラジオネーム、ゲス沢、うん。ピンサロの麦茶ってなんか信用できないんだよな。暗いしな。暗いしな。ああいうとこだものは飲まないよ、俺は。あでもやっぱり飲まないほうがいいよ、うん、滝沢はどうするのピンサロは。滝沢いや僕滝沢じゃないですよ。いやボケたんだろう今。あよくある、うん、名前ボケのやつだろ。滝沢カレンちゃんでしょ。あ滝沢カレンです。ほら通したじゃん今。1月4日でございます。まだやってるよ。先週まだやってるよ。認めない。私は絶対認めないよって。私は認めないよ。ラッパーザキバチョフ。普段は優しいおばあちゃんなのに何食わぬ顔でネズミ踏み殺してるの見ると怖くなるんだよな。あったな。うちの親父も。ネズミとかの罠つけてて作っててさ、ネズミが罠に引っかかんのよ、さあそれをさ水の中ボボンチャボンとつけてさ、ネズミを溺死させんのよ、俺もうめちゃめちゃ猟奇的に見えたよ。見えるよね。ちょっとやっぱ2日ぐらい口聞きたくなる。よく2日で済んだね。まあ田舎ってそんなもんだよね。そんなもんなんだ、うん、あそっか。殺草剤とかね、ネズミ殺す薬とかまいたよね。ネズミの被害が多いからね、田舎米食われたりね。あそうなんだ。安田さんはそういうの、いやもう俺も飲まないの？そういうの飲まない？え？殺草剤とか飲まないの？俺がですか？俺飲んでたら相当強いよね。強いじゃん、だって本当に。いや飲まないですね。ノーマネーですよ。だからそれこそノーマネーでフィニッシュですか？ノーマネーでフィニッシュです。強いね。ラジオ金行きよう、はい、何ニヤニヤ笑ってるの。いやノーマネーでフィニッシュが面白かったな。面白くねえよそんなに。面白くねえよ別に。ラジオネーム三平。登山用のダウンジャケット買おうとしたら店員に雪山行かれるんですかって聞かれたけど、部屋がクソ寒いだけなんだよな。わかるわ。うちの実家とかもう古くてもうオンボロ屋だからもう風すごいんですよ、もうピュー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 。もうストーブなんて消したらもう息白くなっちゃうし、めちゃくちゃあれだしね。なんかね、猫が今居ついててね、おばさんが餌やってっから、ほうほうほう、夜中中泣いてんの。寒いから。猫が外いるんだけど、それでもやっぱ家の中入りてえから、ずーっと、あー、あー、あーって言ってる。俺やっぱ慣れないからさ、おっかないしさ、ね、震えてたよ。2時間、あー、あーって言うんだよ。怖いね。怖いわ、怖い。1月の乾燥してる時期だからさ、急にさ、夜中3時ぐらいさ、わー、あー、火災発生、火災発生っていう町内放送を流れてさ、で、猫が、あー、あー、めちゃめちゃ怖くない？怖い、怖い、怖い。怖いです。怖いっすね。怖すぎますよ、ね、めちゃめちゃ怖いよ、うん、二度と帰りたくない。いやいや帰りましょうよ。帰りましょう。ラジオネーム江野の妹子。俺がライトセーバー持ったらエロいことに使ってしまうんだよな。あーどうだろうな、入れるだろうなそりゃ。見てごらん光ってるよっつってね、ほら光ってるよほらっつって、ラジオネームかやくん。お客さんすごく怒ってるんだけど警察呼ぶっつったらすぐおとなしくなるんだよな。そりゃそうだけど、逆上するときもあるから気をつけろよ。これ金木も一緒だもんな、こういうこうだったもんな、あれ
あいつぶん殴ってる時警察呼ばれたら静かにしてたな絶対。いやまあさすがに警察来たんで、ね、静かにしますけど。このラジオ気をつけてくれ。そういう行為があった場合すぐ警察呼ぶから。いやいやだから僕は大丈夫です。だから本当に大丈夫です。殴りませんから。いや本当に殴りません。大丈夫です。いや殴ったら本当に警察呼んだ上で警察に逮捕され。警察に手錠つけてもらってそれで金属バットで俺が踏んでる。いやいやいや、それはそれで捕まりますよ。こっちも捕まえろ。 お互い様じゃないですか。そっから俺のね180日間の逃亡生活がロードムービーが動きたい。新春労働者です。ラジオネームね、妖怪きなこじじい。ラジオのノベルティとアルバイトの不採用通知はいつも大体同じ枚数になるんだよな。優秀なのか優秀じゃないのか。社会不適合は不適合だな。ラジオのおまっとさんでした。葬式の時は寿司じゃなくてピザ食いたいんだよな。いいだろ寿司で。山崎さんのお父さんのお葬式の時だね、寿司持ってこい寿司持ってこいって寿司食えるからっつってお通夜盛り上がったな。盛り上がったね確かにね。そっちいいっすか、そっちのそっちのやついいですか。いいですか。はい、おちょっと静かせよ。はいすいません。お母さん笑ってたけど、ラジオネーム起きてるし。風俗店にもアウトレットがあると助かるんだよな。ブズ分かるの。さあという、あこれ忘れてた、来月からどうしようか、来週からね、メールこのコーナーの時間だから安田と金木を、ね、お前も書いてこい、だから僕もこういうコーナーどうですかっつって、はい、それでダメだったらまた福田も参戦だ。いや嫌な顔すんのおかしいですね。そういやそうそうなんですよ、安田と金木を、ね、だから新コーナー書いてこい。はい分かりました。いい、はい、ダメだったやつは死刑。Day night dreamer live on air。 さあということでね、有吉弘行サンデーナイトドリーマーね、新年一発目の生放送がそろそろお別れの時間という感じになっておりますけど、はい、マリリン・モンローさんとね、キングコングの西野さんでしたっけ。いやいや、いや私違います。ええキングコングの西野でじゃなくて、ええ、別に誰でしたっけ。ええ、私原一平です。とうとうシーンも出なくなりました。今山川が久々に深川亮見る時の顔してたぞ。ということは笑ってるってことですか。感情ゼロだよ。感情ゼロ、感情ゼロ、感情ゼロ、無感情、感情とし糖分ゼロ。あら感情ゼロ号線ですか。まただよ。まただよ。怖い怖い。本当に、ね、そろそろ、ラジオの黒羊 F 群馬、有吉さん、冬のコミケで同人誌を作ったものです。はい、お先ほど推奨された安田と金清の漫画なんですけど、はい、大変申し訳ございませんが丁重にお断りさせていただきます。こちらにも選ぶ権利はございません。いやいやいや、個人的に書きたい次回作は独立国家行進丸国家元首加山雄三が残した一つなぎの大秘宝を探しにまんじゅう海賊団が旅に出る漫画ですね。次は同人誌じゃなくジャンプに持ち込みをして軽乱生活から脱出するぞ。今日唯一の明るい明るいメールですよね。希望に満ち溢れたメールでございました。聞いたことあるわ、なんか内容聞いたことある。あるのはいいんですよ。本当に、あとはね、ラジオネーム弟子の正彦、金清、はい、また来年お元気です。いやいや来週も来る、また来週もね、ネタ考えてきて。いやいや、考え、ラジオネーム鼻毛、有吉さん、去年の1月25日サンドリで何でおっしゃってたか覚えてますか。 CM 共演をされたベッキーのことをひまわりのような好感度ナンバーワンのベッキーと暗黒のラジオをやっている俺とでは太陽と汚いパンツだと素敵な比喩表現をされてましたね。そしてその回にゲスナーからのメールで不倫はダメー
と雄たけびを上げていました。偶然とは思えない予知能力、さすが暗黒 DJ こと有吉先生、素晴らしいです。次の予知は論文アツシがベッキーを陶芸教室に連れていくでよろしいでしょうか。まあそうでしょうね。アツシさん家の家でみんなが鍋をするっていう予知をしておきましょうかね。はい、ということで、まあ来週もじゃあこの2人なんですね。そうですか。はい、はい、ね、ということでお願いいたしますね。はい、はい、お相手は有吉弘行と、デンジラス安田と新宿カウボーイ金城でした。また来週お願いいたします。今年もどうぞどうぞよろしくお願いいたします。略奪混戦、開き直り行きの区域列車にお乗り換えください。以上、車掌の西村健太でした。西村健太、区域列車だけだろ、本当に。別に。え、あげときますよ。パン、エンジェルあげときますかね。じゃあ、エンジェルあげときましょう。パン、いや、面白かったですね、今のもね。もう一枚いこうかな、じゃあ。ラジオネーム三平。2016年元日、今年もクソつまらない親戚どもがガン首揃えてやってきて、狭い我が家を占拠した。あいつらはバカだから人の家でも平気でくつろぐ。バカだから人んちのおせち料理をバクバク食う。バカだから笑いどころが一つもない昔話でワイワイ盛り上がる。そして話題がなくなると、俺に矛先を向けてくる。もう結婚してないのお前だけだな。就職してないのもお前だけだぞ。いい加減まともに生きろよ。みんなの前で今年の目標言ってみろ。俺は大泣きしながらズボンからチンポを引っ張り出し、うるせえ、しこるぞ、しこられたくないやつは帰れ、叫ぶ。バカな親戚どもは地蔵のように静まり返り、逃げるようにして我が家を出ていく。つまり今年も俺の圧勝だ。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。いい加減してくれよ。以上、サムスミス。続いてだよな、はい、だよなで締めれば何でも OK です。はい、ラジオネーム虎のアナル。結局今年も誰にも明けましておめでとう言えずにお正月が終わったんだよな。まあわかるけどね。何ふんって。お、いやいや、どれ、お前どうする、実家帰ったの。いや、僕な、何も帰ってないんです。実家帰んないの。冷たい男だな、お前。そんな顔して。いやいや、いや、温かみゼロなの。いやいや、高いんですよ、正月飛行機が。いや、それでも帰らない、普通みんな実家帰るじゃん。まあ、高いけど帰るんじゃん。帰る。いや、まあそうなんですけど、あんま帰んないですね。じゃあいつ帰んのよ。今でしょ。ですね、ちょっとテレビのリモコンでぶん殴らせて顔を潰せば死ぬって知ってんのよ。ウォーカーでも。あ、抑えて抑えて。どうぞどうぞ。どうマリコ。テレ朝アナウンサー返しちゃった。もういい加減。子っぽいし、ゲスナのみんな、ボラニー食べてボラニーしましょう。そうだな。だから、ボランティアして、うん、ボラニー食って、オナーにするんだよ。だから、うん、ね。ボランティア忘れちゃう。ボラボラボラだから。トラトラトラみたいな。いい加減そうだけどな。ラジオネーム、パックパク。僕は来週センター試験を受けます。緊張に負けて失敗をしてしまいそうで怖いです。有吉さんから激励の一言どうかよろしくお願いします。緊張すな。可能がたまに可能なんだ。曲いきましょうね。紅白では圧巻のステージを披露してくれた椎名林檎で。椎名みかんじゃないの。え、みかんじゃないですよ。リンゴです、リンゴ。椎名林檎で長く短い祭り。天井天月なる花火。
さあ、東京半蔵も JFN スタジオから有吉弘行ちゃんと、デンジラス安田ちゃんと、新宿カーボーイ金清ちゃんがお送りしております。金清な。あ、なんで僕だけちゃんつけたら、僕だって可愛くなりたいんです。続いては、はい、サム・スミス。グラミー賞に輝いた名曲 BGM にスピーチを紹介しております。はい。ラジオのタイガーアッパーカット。どうも、小栗旬です。政治家の皆さん、軽減税率定めてくれてありがとう。テイクアウトは 8%、外食は 10%。つまり、店内で食えば 10% の税金払えば OK ってことですよね。僕は嫁の山田優がいるから、テイクアウトは基本しない派なので、その差額の 2% は有名税ってことで受け止めます。え、税金払えば店内でパコれるわけじゃない。シュンとしちゃいます。でもこれからも外食産業応援してます。外食最高。くせえな、こいつ。何でシュンとしちゃいますか。こんなんいらないよ。あげとくね、じゃあ。いや、あげる。ラジオネーム、三平。本日は、JR 高感度線、青春初、ゲスの極み行きの下り列車にご乗車いただきまして、誠にありがとうございます。にもちょっと片側抜きまして、片側抜いてロサンゼルス行ったんですよ。吉村たちと旅行、正月旅行に。さあ、旅行中ずっと痛くてですね、もう痛み止めを、もう馬に与えるぐらいの量飲んだ。ちょっと吉村と田中から心配をされるっていう事件がありましたね。はい、去年は怖くてもう抜けなかったんですよ、うんうん、その前はね、うん、1年前はね、はい、今回もさすがにやっぱり、ね、親知らずって結構ほっとくとね、うん、結構体調によっては結構炎症を起こしてね、そこをちょっと可能したりしてね、またいい、めちゃくちゃ痛いしね、口臭の原因にもなるって言われたんでね、いやこれもさすがに抜かないとな、そりゃ風俗嬢の皆さんにも申し訳ないじゃない。さあ、あの人たちはほらあんまりね、口が臭いですねとか、おじちんなんか洗ってますなんて言ってこないけどさ。まあ言ってこない、ね、来ないけど、そんなデリカシーのないことは絶対に言わない人たちだけど、それでもさ、やっぱこっちはやっぱ紳士だからね、はい、それは向こうにそういうなんか嫌な思いさせたくないし、うん、お互いやっぱりすごく50-50 のね、うん、こっちはお金払うとは言えね、はいはい、やっぱ対等な関係でやっぱそういうお付き合いしていきたいから、はい、はい、やっぱりもう抜こうと思って、風俗嬢の皆さんに悪いから。抜くってのはどっちが抜くって、はい、どっちが抜くですか。両方です、もう分かんなくなっちゃったんですけど、途中から親知らずです。親知らずの、はい、あ、そうですか、よかった。アンドですね。アンドね。アンドの話なんか聞きたくねえんだよ別に。いやだからね、抜きたもう大変なんですよ、僕の親知らずはね、もう真横に生えててね、おー、もう本当にもう切開手術なんですよ、麻酔して、もうメスでも口ボコー切って大量の血を吸いながら、歯医者さんがもう大工作業、大工仕事みたいにペンチでバキ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 って言いながら、もう脳みそに振動が伝わってくるやつですね。で、まあでもそれはね、おかげさまで無事成功しましてね、ちゃんとやっていただきまして、29日ですからね、30日はね、うん、深夜に生放送があったんですよ。はいはいはい、はい、それちょっとまあ喉の辺とかね、腫れてたりとかね、ちょっとうっすら腫れてるのプラス、うん、めちゃめちゃ痛いんですけど、うん、まあそれはもういいやと思って出たんですよ。歯医者さんが29日までしかやってなかったから、うんうんうん、もうそこで抜くしかなかったから、はいはいはい、抜いたんですけど、もうでかいのよ、親知らず。抜いてることありますね。ないんですよ、ね。あ、そう、うん、まだあるのかね、親知らず。多分あると思いますけど、めちゃめちゃでかいの、やっぱ奥、一番奥歯の奥歯だから、うんうん、本来は、うん、でどれぐらいって言ったら、さ
あということでね、有吉弘行サンデーナイトドリーマーね、はい、新年一発目の生放送が、うん、そろそろお別れの時間という感じになっておりますけど、はい、マリリン・モンローさんとね、キングコングの西野さんでしたっけ。いや私違います。キングコングの西野でじゃなくて、別に誰でしたっけ。私原一平です。とうとうシーンも出なくなりました。今山川が久々に深川亮見る時の顔してたぞ。ということは笑ってるってことですか。感情ゼロだよ。感情ゼロ。感情ゼロ。感情ゼロ。無感情。感情とし糖分ゼロ。あら、感情ゼロ号線ですか。まただよ。まただよ。怖い怖い。本当に。そろそろ。ラジオの黒羊F群馬。有吉さん、冬のコミケで同人誌を作ったものです。先ほど推奨された安田と金清の漫画なんですけど、大変申し訳ございませんが、丁重にお断りさせていただきます。こちらにも選ぶ権利はございません。いやいやいや。個人的に書きたい次回作は、独立国家行進丸国家元首加山雄三が残した一つなぎの大秘宝を探しに饅頭海賊団が旅に出る漫画ですね。次は同人誌じゃなくジャンプに持ち込みをして鶏卵生活から脱出するぞ。今日唯一の明るいメールですよね。希望に満ち溢れたメールでございました。聞いたことあるわ。なんか内容聞いたことある。あるのはいいんですよ。本当に。あとはね、ラジオネーム弟子の正彦金清、はい、また来年お元気です。いやいや来週も来る。また来週もね、ネタ考えてきてます。いやいや、考えラジオネーム花毛、有吉さん、去年の1月25日サンドリで何でおっしゃってたか覚えてますか。 CM 共演をされたベッキーのことをひまわりのような好感度ナンバーワンのベッキーと、暗黒のラジオをやっている俺とでは太陽と汚いパンツだと素敵な比喩表現をされてましたね。そしてその回にゲスナーからのメールで不倫はダメと雄たけびを上げていました。偶然とは思えない予知能力、さすが暗黒 DJ こと有吉先生、素晴らしいです。次の予知は論文アツシがベッキーを陶芸教室に連れていくでよろしいでしょうか。まあそうでしょうね。アツシさん家の家でみんなが鍋をするっていう予知をしておきましょうかね。はい、ということで、まあ来週もじゃあこの2人なんですね。そうですか。はい、はい、ね、ということでお願いいたしますね。はい、はい、お相手は有吉弘行と、デンジラス安田と新宿カーボーイ金清でした。また来週お願いです。と抑えろ。おられるよ。茶色よな。あげとこう、ね、これエンジェルあげよう。あ、茶色よなと思ってな。誰だ、これか、はい、ラジオネームね、うんたくん、有吉さん、誰が聞いているのかわからない、誰も得していない音楽界のアイバンこと歌手のベッキーさんが自身が作詞をした楽曲 WBC の曲中でこう歌ってやがりました。一度きりの人生楽しまなきゃ、ソンソンソング。あれマジかよ。マジこれ、こんな歌あんの。一度きりの人生楽しまなきゃ、ソンソンソング。マジこれ。遊ばせて踊らせてきらびやかなステージ、ちょっと中略しますね、はい、二度とはない人生、キュートに生きなキャット。キュートに生きなキャットなんだけど、キュートに生きなキャット。キュートに生きなキャット。笑わせて甘えさせて乗馬中のプリンス。そうだよね、人生一度きりだもんね、自分の生きたいように生きなきゃ損だもんね。わかるわかるよ、僕は君のことを責めたりなんかしないよ。これからも変わらずバラエティや歌で僕たちを明るくさせてね、なんて言うと思ったかバカ。何が粋なキャットだよ泥棒猫。そもそもな、
好感度高いとか清純派とかでやってきた気でな、いるかもしれねえけどな、こっちは最初から業界ずれしたうるさいハフ側の日本人としか思ってないんだよ。今回の騒動も残念ながらショック受けてる男なんて一人もいねえからな。誰も聞かねえ歌歌って誰も気にしないスキャンダル起こして、お前それでも芸能人か。そろそろ人を喜ばせたいとか思うなら、僕ちんのためにゲスの極み乙女ってタイトルで AV デビューすべっき。自分もやっちゃった。自分もやっちゃってる。自分も相当ソンソンソングぐらいやっちゃってますよ。やばいやつ。やべっき。ね、あとはね、ラジオネーム巨肉体質、ベッキーが幹事を務めるハーフ会メンバーの騒動後のSNS 内容を報告しますね。ローラ、メキシコ旅行中。豊田エリー、お餅にイクラツナマヨを乗せると美味しい。トリンドルレーナ、ドラマ演技のいい金粉もの AV を見て興奮する正月もいいですね。だからいいんだけどな。今年はもうボラニーだぞ。ボランティアした後にオナニー、ボラニー行こうな、よし。天下グループと組んでなんかできないかな。ボラニー用のね、天下できるかもしれない。いいですね。ラジオネームエレファントかさまし、 FM 長野、年末年始の報告です。元日におば家族とご飯を食べました。21歳の僕ですが、25歳のいとこにお年玉をもらってしまい、嬉しい反面情けない気持ちになりました。このお金でパチンコに行こうと思います。好きにしてくれ、本当に。好きにしなさいよ、本当に。はい。さあ、というわけで続いてはね、有吉のそれわかる。はい。誰にどんないじめられ方をされたいのか、有吉くんがわかるかわからないで判定していきます。はい。お願いします。ラジオネーム来てるし。コーナーも変えないとな、お前考えてきてんのか。何で、おい、ちょっと待って、考えてこいよ、お前。いや、お前じゃないんだよ。コーナー考えてこいじゃない。俺ここの作家じゃないんですよ。いや、考えてくるんだよ、お前。いや、まあまあ考えてくるんなら考えてきますけど。いや、その態度なんで、考えてきますだろ。いや、違う違う。ておかしい、お前の態度おかしいだろ。作家に対してそんな態度おかしいだろ。お前考えてこいよ、この野郎つって。それおかしいだろ。頼むね。はい、わかりました。はいじゃないんだよ。はいだろ。はい。起きてるし。雪がちらつく夜、馴染みの小料理屋へ。カウンターだけの店にはまだ客がいない。一番乗りだ。店を一人切り盛りするおかみの木村多江さんが俺に気づく。あら、いらっしゃい。今日は早いわね。カウンターの端の席に座ると、割烹着姿の多江さんが、はいお通し、寒いからあったかいやつね。俺の前に置かれたのは熱々のホットテンガ。おいおい、タイさん、やけどするよ。違う皮がむけちゃうよ。と笑うと、何言ってんの、もうビンビンじゃない。と小悪魔の微笑み。雪、テンガ、美人女将。寒い冬もそう悪くない。一発目渋すぎるだろ。新年一発目のそれわかる、渋すぎるだろ。バカ。あげないよ、もう。あげないんだ。絶対あげないよ、本当に。ラジオネーム、油木ぎっしゅゆう。大原さくらこちゃんでしたっけ、これね。大原さくらこちゃんが、エグザイルメンバーに脅され、今にも殴られそうだったので、やめろと叫びながら桜子ちゃんをかばう。しかし大人数のエグザイルメンバーには勝てず、ポケットにやってんだから。本当？今日無駄多いよ。長々とやってましたよ。気のせいかな。それはもうね、あの焼きごてをね、あの肛門に押し付けられてるね、あのネットニュースの人たちなんてね、やきもきしてますよ。そうですよね。なんで金清の話ばっかりしてんの。一つも記事書けねえわ。いやいや、ジャスティン・ビーバーより金清は毛深いっていうね、記事になるかもわかんない、わかんないですけどね。なるわけないだろ。いや、まあなるわけは、金清、はい、なるわけないだろ。いや、なるわけはないですよ。新年一発目の生放送であんまりイラつかせないでくれよ。はい、こっちもやっぱり楽しくやりたいわけだから。いや、こっちも楽しくやりたいんで。ゲスナーの皆さんともやっぱり楽しくやってさ、やっぱ先週の上島竜兵会がやっぱ一番つまんないわけだから。
そのハードルを超えなきゃいけないわけだ我々は。なるほど。それなのにこの金清のせいで上島竜兵録音会より面白くないってことになるぞ。それは約束違うじゃないか。看板に偽りありじゃないか。ああ、そうですね、うん、なんでネットニュースの人ももうただただもう肛門なくなっちゃうぞこれ。何にも書けずに泣き言でずっと当てられてんだから。そうですね。ラジオネームね、はい、うん、三平かな、うん、三平、うん、有吉さん、赤いキツネと緑のタヌキを食い散らかす茶色いオラウータンこと武田鉄矢さんが茶色いオラウータンなんて言い方をする。赤いキツネと丁寧に食うってずっとやってんだから CM 食い散らかすわけねえだろうよ。赤いキツネと緑のタヌキを食い散らかす茶色いオラウータンこと武田鉄矢さんが、いや、いいね、食うよ。受験生応援イベントにてゲスナー顔負けの不倫騒動を巻き起こしたベッキーさんについてこんなことを言ってやがりました。どんまいどんまい、ベッキーさん頑張って、一つや二つ悪いことしないと立派な芸能人になれないよな。気にしないで、おどおどしないで、ベッキーらしく笑顔で乗り切ってほしい。おい、どうした武田、いつになく歯切れが悪いじゃねえか。ご意見番気取りで的外れなうんちく垂れ流すのがお前のデフォルトだろ。いつものねちっこいクソみてえな説教かまして世間から嫌われろ。不倫ネタなんてお前が一番好きなごちそうだろ。あれ、まさかこいつ不倫してんのか。怒られるよ。怖い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 。次のターゲットは決まったぞ、今すぐ。はい、ということでもね、まだ上の歯はね、うん、インパント入れなきゃいけないんでね、おスカスカなんですよ本当は。気分悪くなったね。この会話2ヶ月くらいしてる。抜いてから滑舌が悪いですっていうのも2ヶ月ぐらいやってますけど、いくつさえ受けなくてもやるタイプです。お構いなし、ね、お構いなしですね。お構いなしって本当にお構いなし。本当にお構いなしどうしようもないですけどね。今日からお相撲始まりましたので、ぜひ皆さんね、ご覧になっていただければと思っております。相撲関係ない、どの位置なんだよ。デーモン国連狙ってる。荒い荒い、物まねが荒い。箱根旅行行きましてね、はいはいはい、フルメンバーで言いますと、私あと西堀ですか、はあね、僕の友達の大下くんですね、うん、役者の大下くんですね、で、酒井アルコ&ピース酒井、うん、ダーリンハニー吉川、はい、それであいつかグリーンピースの落合っていうですね、ちょっと以前富山旅行にも一緒に行ったんですけど、まあお酒を一切飲まないし下戸なんですよ、お酒一切飲まないし車の運転ができるということで一番便利なんですそういう位置なんですか。そういうつもりで、まあ、一応落合を誘うんで、あとはもうあんまり喋らないんですよ、あの無口なんですよ。そうなんですか。そう、我々のグループの中ではもう高倉健的存在、うん、なお落合って言うと、はい、そうですね。いや芸人じゃないんで、緊張してるからだけど。漫才そんな感じじゃないでしょ。あんまり喋れないです。僕とつとしてですからね、ついつい連れていくんですけど、でも結局ちょっと。だからうちの方の近所の方に集まってもらって、はあ、俺の車で、はあ、愛車オデッセイですね、もう7年目まだ乗ってんすか、ね、何回車検通せば気がするんですよ。まだ乗ってんのあれ、もうで8年かな、7年か8年目になりますけど、はあ、愛車オデッセイで私の愛車オデッセイで箱根まで行こうということになりますので、はあはいはい、ちょっとみんなうちの方の、方に集まっていただいて、はあ、でそこから出発ということだったんですけど、うんうん、運転落合にさせてもらさせようかなと思ったんですよ、うんうん、その落合が、箱根までって首都高速通りますかっていう、首都高は通んないぞって言って、首都高は通んないよって言ったら、ああ首都高
今日はちょっと怖いんで不安なんですって言うから、いやこれ運転させられないぞ。首都高怖いですって言ってるやつにやっぱり運転させたくないし、やっぱ自分の顔じゃないか、看板に偽りありじゃないかって言われて、ああそうですね、なんでネットニュースの人ももうただただもう肛門なくなっちゃうぞこれ、何にも書けずに焼きごとでずっと当てられてんだから。そうですね。ラジオネームね、はい、三平かな、うん、三平、うん、有吉さん、赤いキツネと緑のタヌキを食い散らかす茶色いオラウータンこと武田鉄矢さんが茶色いオラウータンなんて言い方をそれ、赤いキツネと丁寧に食うってずっとやってんだから CM、 赤い食い散らかすわけねえだろうよ。赤いキツネと緑のタヌキを食い散らかす茶色いオラウータンこと武田鉄矢さんが、丁寧に食うよ。受験生応援イベントにて、うん、ゲスナー顔負けの不倫騒動を巻き起こしたベッキーさんについてこんなことを言ってやがりました、うん、どんまいどんまい、うん、ベッキーさん頑張って、一つや二つ悪いことしないと立派な芸能人になれないよな、気にしないでおどおどしないでベッキーらしく笑顔で乗り切ってほしい。おいどうした武田、いつになく歯切れが悪いじゃねえか。ご意見番気取りで的外れなうんちく垂れ流すのがお前のデフォルトだろ。いつものねちっこいクソみてえな説教かまして世間から嫌われろ。不倫ネタなんてお前が一番好きなごちそうだろ。あれまさかこいつ不倫してんのか。怒られるよ。怖い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 。次のターゲットは決まったぞ。今すぐ武田の LINE アカウント押さえろ。おられるよ、もう。茶色いよな。あげとこうか、これ、エンジェル上げよう。ああ、茶色いよな、面白いな。誰だ、これか。はい、ラジオネームね、うんたくん。有吉さん、誰が聴いているのかわからない誰も得していない音楽界のアイバンこと歌手のベッキーさんが自身が作詞をした楽曲 WBC の曲中でこう歌ってやがりました。一度きりの人生楽しまなきゃソンソンソング。あマジかよ、マジこれこんな歌あんの。一度きりの人生楽しまなきゃソンソン、ソング。いや、マジこれ。いや、こっちも楽しくやりたいんだよ。ゲスナーの皆さんともやっぱり楽しくやってさ、やっぱ先週の上島竜兵会がやっぱ一番つまんないわけだから。そのハードルを超えなきゃいけないわけだ、我々は。なるほど。そうなん、この金京のせいで、上島竜兵録音会より面白くないってことになるぞ、そりゃ。約束違うじゃないか。看板に偽りありじゃないかって言われて。ああ、そうですね。なんでネットニュースの人ももうただただもう肛門なくなっちゃうぞこれ、何にも書けずに焼きごとでずっと当てられてんだから。そうですね。ラジオネームね、はい、三平かな、うん、三平、うん、有吉さん、赤いキツネと緑のタヌキを食い散らかす茶色いオラウータンこと武田鉄矢さんが茶色いオラウータン。なんて言い方をそれ。赤いキツネと丁寧に食うってずっとやってんだから CM。 赤い食い散らかすわけねえだろうよ。赤いキツネと緑のタヌキを食い散らかす茶色いオラウータンこと武田鉄矢さんが、丁寧に食うよ。受験生応援イベントにて、うん、ゲスナー顔負けの不倫騒動を巻き起こしたベッキーさんについてこんなことを言ってやがりました、うん、どんまいどんまい、うん、ベッキーさん頑張って、一つや二つ悪いことしないと立派な芸能人になれないよな、気にしないでおどおどしないでベッキーらしく笑顔で乗り切ってほしい。おいどうした武田、
いつになく歯切れが悪いじゃねえか。ご意見番気取りで的外れなうんちく垂れ流すのがお前のデフォルトだろ。いつものねちっこいクソみてえな説教かまして世間から嫌われろ。不倫ネタなんてお前が一番好きなごちそうだろ。あれ、まさかこいつ不倫してんのか。怒られるよ。怖い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 。次のターゲットは決まったぞ。今すぐ武田の LINE アカウント押さえろ。怒られるよ。茶色よな。あげとこうか、これエンジェルあげよう。あ、茶色よなと思ってな。誰だ、これか、はい、ラジオネームね、うんたくん、有吉さん、誰が聴いているのかわからない、誰も得していない音楽界のアイバンこと歌手のベッキーさんが自身が作詞をした楽曲 WBC の曲中でこう歌ってやがりました。一度きりの人生楽しまなきゃ損損損なんていうのは何してたってさ、ね、痛いからとにかく、うん、はい、とにかくもう寝てんの、うん、正月三が日寝て何してたかって、もうフール2週間無料キャンペーンやってるから、それうまいこと入って、うん、とりあえずブレーキングバット全話見て全部見てやった、ブレーキングバットそれで今ウォーキングデッドにそのまま引き続き移行してるっていう、それだけだけスレイナイトドリーマーライブオンエア。さあということでね、今夜のメールテーマは年末年始の報告ということでございます。メールもいただいておりますけれども、はい、まあ他にもいろいろ何でもいいんでね、いろいろ来てますけど、うん、ラジオネーム桃色クロババア、うん、MC が、うん、マリリンモンローさん、好きなおせち料理何ですか。二手巻きやお。シーンだよ。正月そうそうシーンがちょっと多いぞお前ら。安田さんもついにシーンが来ました、ね。安田さんって言うなよ。マリリンモンロー。マリリンモンロー。マリリンモンローも。ついにシーン。ラジオネーム夜嫌いの夜行性。シンディーローパーさん質問です。どんなものをアナルに入れられると一番高い声が出るんですか。シシトの辛いシシト、辛いシシト入れられるとね、コウメダイヤじゃねえかよ。コウメダイヤじゃ、たまに辛いシシトあるでしょ。ありますあります、あれ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 が一番、入れられると一番。小林明みたいな。いや怖いよ、見るだけになっちゃったもん。ラジオネームベアクローで攻めたい。シンディローパーさん質問です。多いな、シンディローパーさん。年末年始はどう過ごされたのですか。ボランティアとオナニー。ボランティアとオナニーですね。ボランティア&オナニー、真逆ですよね。ボラニー。ボラニー。通称ボラニー。ボラニー。アメリカの方でボラニーって言うんですか。ボラニーをする罪悪感をボランティアで消す。消すって言う。操作する。ボラニー。これ流行語取れるんじゃない。取っちゃうね。これは取っちゃうね。ボランティアどうなの。ボラニー。ゲスラーの皆さんもね、これ今年のテーマにしてほしい。ボラニー。お前はただ単純にオナニーはほっとくとね。結構体調によっては結構炎症を起こしてね、うん、そこをちょっと可能したりしてね、うん、またいいめちゃくちゃ痛いしね、うん、口臭の原因にもなるって言われたんでね、うん、いやこれもさすがに抜かないとな、そら風俗嬢の皆さんにも申し訳ないじゃない。さああの人たちはほらあんまりね、あ口が臭いですねとか、おちちんなんか洗ってますなんて言ってこないけどさ。まあ言ってこない、ね、来ないけど、はいはいはい、そんなデリカシーのないことは絶対に言わない人たちだけど、 それでもさやっぱこっちはやっぱ紳士だからね、はい、それは向こうにそういう
なんか嫌な思いさせたくないし、うん、お互いやっぱりすごく50-50 のね、うん、こっちはお金払うとは言えね、はいはいはい、やっぱ対等な関係でやっぱそういうお付き合いしていきたいからはい、はい、やっぱりもう抜こうと思って風俗嬢の皆さんに悪いから抜くってのはどっちが抜くってどっちの抜くですか両方です、ね、もう分かんなくなっちゃったんですけど途中から親知らずです親知らずの、はい、そうですけどよかった安堵ですね安堵で安堵の話なんか聞きたくねえんだよ別にいやだからね抜きたもう大変なんですよ僕の親知らずはねもう真横に生えててねおもう本当にもう切開手術なんですよ麻酔してもうメスでも口ボコー切って大量の血を吸いながら歯医者さんがもう大工作業大工仕事みたいに、はいはいはい、ペンチでバキ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 って言いながらもう脳みそにあの振動が伝わってくるやつなんですね、うんでまあでもそれはねおかげさまで無事成功しましてねちゃんとやっていただきまして、うんうん、29日ですからね30日はね、うん、深夜に生放送があったんですよはいはいはい、はいはい、それちょっとまあ喉の辺とかね腫れてたりとかねちょっとうっすら腫れてるのプラス、うん、めちゃめちゃ痛いんですけど、うんまあそれはもういいやと思って出たんですよ歯医者さんが29日までしかやってなかったから、うんうんはい、もうそこで抜くしかなかったからはいはいはい抜いたんですけど、うん、もうでかいのよ親知らず抜いてることありますねないんですよ俺あそう、うん、まだあんのかね親知らず多分あると思いますけどめちゃめちゃでかいのやっぱ奥一番奥歯の奥歯だから、うんうん、本来は、うん、でどれぐらいって言ったら分かるかな株株そんなでかくないでしょ株って株ってそう相当でかいイメージとしてあんなのねもうあだから抜くときでしょ白くてでかくて株だねいやでも株はいや抜いたことないでしょいやないですけど、ね、株ぐらいあるあそんな眠ってんの深いから我々の顎の先にはそうあそうなんだでもそれを抜いてまあ割って抜いてだから、うん、めちゃくちゃ痛いですよそれ歯医者さんも丁寧にやってくれてるんだけど、はいはい、どうしても痛いもう帰ろっかって言うそうだよ金京もいたんですよいや僕もいたんで入ってこいよじゃあ会話にいやいやいやじゃあすいませんすいませんちょっと相槌打たれてたんでちょっと俺が正確な相槌打ってたからなそうですね入る隙もなかった隙もなかったですね正直な相槌だった喋りやすかったんだな喋りやすかったそうだろうなはいそうですね年末年始皆さん何してたんですか、はい、ということでラジオネーム渡り、うん、FM 群馬有吉さん、あけましておめでとうございますね。はい、あけましておめでとうございますね。フレンドリーな感じ。年末年始の報告、初詣行ってきました。神社のお水を飲むところ。何神社のお水を飲むところでいっぱい冷たいお水飲みました。冷たくて美味しかったです。有吉さん、初詣で冷たいお水飲みましたか？あれ手洗うとこだよ基本はねあまあ飲んでもいいけどねあんまり飲まない方がいいよあそこはねはい面白いの住所書いてないから残念だなまた書いといてねラジオネームルサンチマン FM 長野、うん、僕の年末年始ですが早速インフルエンザにかかってしまい外に出かけることができませんでした体調崩しても性欲だけは通常通り元気だったので毎日毎日家の中でチンコを握りしめている生活でした縁起のいい金粉もの AV を見て興奮する正月もいいですね、うん、だからいいんだけどな今年はもうボラニーだぞボランティアした後にオナニーボラニー行こうな、うん天下グループと組んでなんかできないかなボラニー用のね天下できるかもしれないですね、うん、いいですねラジオネームエレファントかさまし FM 長野、年末年始の報告です元日におば家族とご飯を食べました21歳の僕ですが25歳のいとこにお年玉をもらってしまい嬉しい反面情けない気持ちになりましたこのお金でパチンコに行こうと思います好きにしてくれ本当に好きにしなさいよ本当に、はい、さあというわけで続いてはね有吉のそれわかる、はい誰にどんないじめられ方をされたいのか有吉くんがわかるかわからないで判定していきますはいお願いしますラジオネーム来てるしコーナーも変えないとなお前考えてきてんのかおいちょっと待って考えてこいよお前いやお前じゃないんだコーナー考えてこいじゃない俺ここの作家じゃないんですよいや考えてくるんだよお前いやまあまあ考えてくるんなら考えてきますいやその態度なんで考えてきますだろ
違う違う。ておかしい、お前の態度おかしいだろ。作家に対してそんな態度おかしいだろ。お前考えてこいよ、この野郎つって。それおかしいだろ。頼むね。はい、わかりました、ね。はいじゃないんだよ。はいだろ。はい。起きてるし。雪がちらつく夜、なじみの小料理屋へ。カウンターだけの店にはまだ客がいない。ゆえね、はい、やっぱ対等な関係で、やっぱそういうお付き合いしていきたいから、はいはい、やっぱりもう抜こうと思って風俗場の皆さんに悪いから抜くってのはどっちが抜くどっちが抜くですか両方です、ね、もう分かんなくなっちゃったんですけど途中から親知らずです親知らずの、はい、はい、そうですけどよかった安堵ですね安堵で安堵の話なんか聞きたくねえんだよ別にいやだからね抜きたもう大変なんですよ僕の親知らずはねもう真横に生えててねおもう本当にもう切開手術なんですよ麻酔してもうメスでも口ボコー切って大量の血を吸いながら歯医者さんがもう大工作業大工仕事みたいにペンチでバキ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 って言いながらもう脳みそに振動が伝わってくるやつとかですね、うん、でまあでもそれはねおかげさまで無事成功しましてねちゃんとやっていただきまして、うんうん、29日ですからね30日はね、うん、深夜に生放送があったんですよはいはいはい、はい、それちょっとまあ喉の辺とかね腫れてたりとかねちょっとうっすら腫れてるのプラス、うん、めちゃめちゃ痛いんですけど、うん、まあそれはもういいやと思って出たんですけど歯医者さんが29日までしかやってなかったから、うんうんうん、もうそこで抜くしかなかったから、はいはいはい、抜いたんですけど、うん、けもうでかいのよ親知らず抜いてることありますねないんですよ、ね、あそう、うん、まだあんのかね親知らず多分あると思いますけどねめちゃめちゃでかいのやっぱ奥一番奥歯の奥歯だから、うんうん、本来は、うん、でどれぐらいって言ったら分かるかな株株そんなでかくないでしょ株って株って相当でかいイメージとしてあんなのねもうあだから抜く時でしょ白くてでかくて株だねいやでも株はいや抜いたことないでしょいやないですけど、ね、株ぐらいあるあそんな眠ってんの近いから我々の顎の先にはそうあそうなんだでもそれを抜いてまあ割って抜いてだから、うん、めちゃくちゃ痛いんですよそれ歯医者さんも丁寧にやってくれてるんだけど、はいはい、どうしても痛い痛み止め飲みながらやってるんですけどやっぱね徐々にやっぱ効きも悪くなってくるんですよちょっと飲みすぎ、うんうん、飲みすぎじゃないんですけど、はいはいはい、飲んでるとね、はいはい、でその生放送がクイズ正解は1年後っていうやつの番組で、はいはいはいうんそれでなんかクイズとかで失敗したら、うん、重心サンダーライガーが出てきて、はいはいはい、ビンタとかするんですよ、はいはいはい、俺だからそれライガー最初出てきて矢口とかが叩かれたりしてる時に俺やばいと思ってでライガーさんがまた左利きだから、はいはい、サスポーだからちょうど俺のこの抜いた方に当たるんですよ俺これ生放送中にこのライガーのビンタ食らったら、はい血吐いて気絶するのに雪天が美人女将寒い冬もそう悪くない一発目渋すぎるだろ新年一発目のそれ分かる渋すぎるだろバカあげないよあげないんだ絶対あげないよ本当にラジオネーム油ぎっしゅゆ大原さくら子ちゃんでしたっけこれね大原さくら子ちゃんがエグザイルメンバーに脅され今にも殴られそうだったのでやめろと叫びながらさくら子ちゃんをかばうしかし大人数のエグザイルメンバーには勝てずボコボコにされ虫の息の僕をさくら子ちゃんが涙を流しながら見ている死に際に僕は死んでしまうけど僕は君を一生守ると言い死ぬそして僕の死体から金玉の皮を切って加工してスマホケースにしてもらい大原さくら子ちゃんのスマホを傷や落とした時の衝撃から守りたい何なのこれこれこれなのか当たりだったんですよあげときますパンラジオネーム永田ロックセブン
美人シュートボクサーレイナ選手に108回僕の股間を蹴っていただいて煩悩をなくしたい。いやそれ自体も煩悩だからね。蹴ったら蹴られたいっていう煩悩だから。ラジオネーム耐水ペーパー、北川景子さんにピザって10回言ってみてと言われたので、ちゃんとピザと10回数えると、その後じゃあここはと北川景子さんが自分のおっぱいを指で刺した。僕は空気を読んで、あ、膝ですと答えると、バカおっぱいだよと言って水落ちに膝蹴りを食らわされ、北川景子さんの生声おっぱいに股間を膨らませながら失神したい。どういうこと。はい、ピザ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 、ここは膝膝です。おっぱいだよ。最高じゃない。いいね、いいね、あげとくか。大盤振る舞い、お年玉だ。あっぱらだ。金木はどうされたいの、誰にどうされたいの、簡潔に。僕ね、新川優愛ちゃんっているじゃないですか、あの子ちょっと背大きいじゃないですか、大きいから、あの覆いかぶさってほしいんです僕に、パンって飛び飛んで。亡くなり山本浩二の悪口や出ていたドラマの舞台の悪口を書き続ける、あっという間に21冊を出版。この本で日本エンタメ小説大賞を受賞したい。無理です。以上です。さあ、東京ハンズオム JFN スタジオから生放送、有吉るきサンデーナイトドリーマー。今夜のメールテーマは年末年始の報告でございます。ラジオネーム夜嫌いの夜行性、有吉さん、僕は昨年末29日重い布団をどかしコミックマーケットに行ってきました。すごいね、これ大脱走みたいなもんですよ。ゲスラーにとってはもう脱獄みたいなことですけどね。ラジオネーム黒羊さんの書いた主人公優しい雨松崎ダーリンハニー吉川の BL 漫画シークレットファニーボーイを購入しに東京国際展示場へ。会場について情報のあった販売場所に恐る恐る足を運び、ゲスナーであることをバレないよう他の漫画を読んだりしながら数分勇気を出してシークレットファニーボーイを手に取り、売っている人にあの黒羊さんですかと聞いたところ、あ、違います、今外に出ててもう少しで戻りますと、まさかの人違いがあります。その後黒羊さんに会うことができ本を購入しました。聞いた話によると本は順調に売れているとのことだったので、僕も来年は外で頑張って生きてみようと心に決め、家に帰ってまた寝床につきました。ちなみに BL 漫画は思ったより読みやすい絵内容になっており、僕が購入した後に松崎さん本人も購入されたようです。えらいな、よく買ったな。買ったんですね。なるほどなるほど、いやすごいね、ありがとうございます、うん、報告をね、うん。あとはね、ラジオの黒羊 FM 群馬ね、いいね、これまたやってほしいですね、いろんなのね、うん、そうですね、うん、安田さんと金清とかね、あ、同人誌を何回、はい、の気持ち悪い、うわ、どんな内容になるんだろう、なんで楽しみにしてんの。ラジオの黒羊 FM、 あ、黒羊だ、あ、ちょうど黒羊、あ、そうです、ね、まあいいか、ラジオの黒羊 FM 群馬、今年はボランティアをしてからオナニーをするというボラニーを推奨していくとのことですが、ボラニーという言葉が他に存在してないか調べてみたところ、うん、ひき肉の具を小麦粉で作った皮で包んで揚げて、かっこもしくは焼いて、ヨーグルトベースのソースをつけて食べる中東で食べられている料理らしいです。なんとなんか皮とか白い液体とか、ちん、みんなの前で今年の目標言ってみろ。俺は大泣きしながらズボンからチンポを引っ張り出し、うるせえ、しこるぞ、叱られたくない奴は帰れ。叫ぶ。バカな親戚どもは地蔵のように静まり返り、逃げるようにして我が家を出ていく。つまり今年も俺の圧勝だ。明けましておめでとうございます。今年も
よろしくお願いします。いい加減してくれよ。以上、サム・スミス。続いてはだよな、はい、だよなで締めれば何でも OK です。はい、ラジオネーム虎のアナル。結局今年も誰にも明けましておめでとう言えずにお正月が終わったんだよな。まあわかるけどね。何ふんって。いやいや、どれお前どうする、実家帰ったの？いや僕何も帰ってないです。実家帰んないの？冷たい男だなお前、そんな顔して。いやいや、温かみゼロなの？いやいや、高いんですよ正月飛行機が。いやそれでも帰らない普通、みんな実家帰るじゃん、まあ、高いけど帰るんじゃん。帰る。いやまあそうなんですけど、あんま帰んないですね。じゃあいつ帰んのよ？今でしょ。ですね、ちょっとテレビのリモコンでぶん殴らせて顔を潰せば死ぬって知ってんだよ。ウォーカーでも抑えて抑えて。どうぞどうぞ。どうマリコ。テレ朝アナウンサー返しちゃった。もういい加減に返しちゃった。どうちんくん。やめろ。やめろ。もう二人でやめろ。どうまやし。やめろやめろ。どうぞ。やめろ。ラジオネームお願いします。えのの妹子。死にたいと思う気持ちは山ほどあるのに、お餅をよく噛んで食べちゃうんだよな。両親じゃないんだよ。そんな自殺の方法ないだろお前。いやいやいや、よく噛んで食べてくださいよ。いや、カブト君はどうなの？お餅まだ無理？まだお餅無理です、ね。無理？はい。じゃあまた正月もあれ？じゃああのフリーズドライのほうれん草食わして。食わしてねえよそんなこと。水につける。そんなことしてません。水味の。水味のほうれん草。そんなことはしてません。ほうれん草は食べませんよ。せめてお塩ぐらい入れてやったら。いや入れてます、ね、あるでしょお塩ぐらい。別になんか自家栽培でも自家製でも。いやいや、そんな塩を自家製ではやらないですよ、はい。ほうれん草ぐらい食ってんの？ほうれん草は食べれないですけど。ほうれん草食えないの？かわいそう。ほうれん草何食わせんじゃん。ほうれん草は食べれないってないから食べれないんじゃないんだよ。ないからじゃないよ。買えないでしょ。違う違う、買えないからじゃない。えまさかこいつ不倫してんのか。怒られるよ。怖い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 。次のターゲットは決まったぞ。今すぐ武田の LINE アカウント押さえろ。怒られるよ。茶色よな。あげとこうか、これエンデルあげよう。あ、茶色よなと思ってな。誰だ、これか、はい、ラジオネームね、うんたくん。有吉さん、誰が聴いているのかわからない、誰も得していない音楽界のアイバンこと歌手のベッキーさんが、自身が作詞をした楽曲 WBC の曲中でこう歌ってやがりました。一度きりの人生、楽しまなきゃ、ソンソンソング。あマジかよ。マジこれ。こんな歌あんの？一度きりの人生、楽しまなきゃ、ソン、ソン、ソング。いや、マジこれ。遊ばせて、踊らせて、きらびやかなステージ。ちょっと中略しますね。はい、二度とはない人生、キュートに生きな、キャット。キュートに生きな、キャット。なんだけど、キュートに生きな、キャット。キュートに生きな、キャット。笑わせて、甘えさせて、乗馬中のプリンス。そうだよね。人生一度きりだもんね。自分の生きたいように生きなきゃ損だもんね。わかる。わかるよ。僕は、君のことを責めたりなんかしないよ。これからも変わらず、バラエティや歌で、僕たちを明るくさせてね。なんて言うと思ったかバカ。何が粋なキャットだよ泥棒猫。そもそもな、好感度高いとか清純派とかでやってきた気でな、いるかもしれねえけどな、こっちは最初から業界ずれしたうるさいハフ側の日本人としか思ってないんだよ。今回の騒動も残念ながらショック受けてる男なんて一人もいねえからな。誰も聞かねえ歌歌って、誰も気にしないスキャンダル起こして、お前それでも芸能人か。そろそろ人を喜ばせたいとか思うなら、僕ちんのために、
ゲスの極み乙女ってタイトルで AV デビューすべき。自分もやっちゃった。自分もやっちゃってる。自分も相当、ソンソンソングぐらい。やっちゃってますよ。やばいやつ。やべっき。ね、あとはね、ラジオネーム巨肉体質。ベッキーが幹事を務めるハーフ会メンバーの騒動後の SNS 内容を報告しますね。ローラ。メキシコ旅行中さん。はいはい、ね、そうです。安田さんがね、はい、あの1位になったりするんで、あのアシスタント2ヶ月なり3ヶ月なり勤めてもらうっていう、はい、まああの暗黙の了解みたいなところなんですけど、別に正式ルールではないんですけどね、はいはい、まあということにとなると、今回も1位だった金木雄さんが2ヶ月なり3ヶ月なりアシスタントを務めるという、うんうん、そういうことになりますよね、まあ、ことになるんでしょうけどね、はい、うん、ちょっとまあ金木雄さん、あの正直これ実力不足という、そんなそんなはっきりと、僕のやっぱりやってるラジオですからね、実力不足の人でやってる行くわけにはいかないんですよ。そういやいや、それは思ったもんかもわかんないですけど、そんな初回一発目からそんなこと言われてそんな辛いことないですよ。いやいやいや、まあまあまあ、ね、ですからね、ちょっとまあ今回は、まあ金木をプラス、はい、マリリン・モンローさん、いや、まさかね、ハッピーニューイヤーちょっとやっていくって、まあ、ちょっと時間ありますのでまた説明をいたしますけどもね、はい、とりあえず有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、新年一発目ですね、生放送最後までお付き合いください。サンデーナイトドリーマーライブオンエア。Sunday night dreamer。さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でございます。ミスター有吉の。ミスター有吉弘行のダサい名前そんなダサい名前になったんですか。ミスター有吉弘行のサンデーナイトドリーマーでございます。今夜のアシスタントはマリリン・モンローと新宿アボイ金木でございます。そしてシンディ・ローパーでーす。3人目の記者がめちゃくちゃになるよこんなことしてたら。おめでとうねん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 おめでとうねん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 シンディローパーでーす。これ年末決定ですね、これキャラ祭り。コンペでーす。いっぱい出すなよ。オープニングからいっぱい出すなって。にぎやかにやってるんです。いっぱいのメンツ。5人でやってますね。5人ぐらいいることになります、生放送でございますので、メールの方を募集いたしましょうかね、はい、電子メールですよ。電子いらないです。E メールですね。いらないです。E とかいらないです。Google のアカウントでもいいですね。ドコモでもね、ソフトバンクでも何でもいいですからね。はい、丁寧ですね。はい、シーン。いやちょっと僕の一回顔も、初詣行ってきました。神社のお水を飲むところ。何？神社のお水を飲むところでいっぱい冷たいお水飲みました。冷たくて美味しかったです。有吉さん、初詣で冷たいお水飲みましたか？あれ手洗うとこだよ基本はね。まあ飲んでもいいけどね、あんまり飲まない方がいいよ、あそこはね。はい、面白い。住所書いてないから残念だな。また書いといてね。ラジオネーム、ルサンチマン、FM 長野、うん。僕の年末年始ですが、早速インフルエンザにかかってしまい、外に出かけることができませんでした。体調崩しても性欲だけは通常通り元気だったので、毎日毎日家の中でチンコを握りしめている生活でした。縁起のいい金粉もの AV を見て、興奮する正月もいいですね。だから、いいんだけどな。今年はもう、ボラニーだぞ。ボランティアした後にオナニー。ボラニー。行こうな。うん、天下グループと組んでなんかできないかな。ボラニー用のね、天下できるかもしれないですね。いいですね。ラジオネームエレファントかさまし、 FM 長野、年末年始の報告です。元日におば家族とご飯を食べました。21歳の僕ですが、25歳のいとこにお年玉をもらってしまい、嬉しい反面情けない気持ちになりました。このお金で
パチンコに行こうと思いますけど好きにしてくれ本当に好きにしなさいよ本当に。はい、さあというわけで続いてはね、有吉のそれわかる、はい、誰にどんないじめられ方をされたいのか、有吉くんがわかるかわからないで判定していきます。はい、お願いします。ラジオネーム来てるし、コーナーも変えないとな。お前考えてきてんのか。何でおい、ちょっと待って、考えてこいよお前。いや、お前じゃないんだよ。コーナー考えてこいじゃない。俺ここの作家じゃないんですよ。いや考えてこいんだよな。いや、まあまあ考えてくるんなら考えてきますけど。いや、その態度なんで考えてきますだろ。いや違う違う。ておかしい、お前の態度おかしいだろ。作家に対してそんな態度おかしいだろ。お前考えてこいよこの野郎つって、それおかしいだろ。頼むね。はい、わかりました。はいじゃないんだよ。はいだろ。はい。起きてるし。雪がちらつく夜、馴染みの小料理屋へ。カウンターだけの店にはまだ客がいない。一番乗りだ。店を一人切り盛りするおかみの木村多江さんが俺に気づく。あら、いらっしゃい。今日は早いわね。カウンターの端の席に座ると割烹着姿の多江さんが、はいお通し、寒いからあったかいやつね。俺の前に置かれたのは熱々のホットテンガ。おいおい、タイさん、やけどするよ。違う皮がむけちゃうよ。と笑うと、何言ってんの、もうビンビンじゃない。と小悪魔の微笑み。雪、天が、美人。